はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年4月の5日19時35分です。岡山で楽しんでます。皆さんも楽しんでってください。よろしくお願いします。ちょっとセッティングするんで少々お待ちください。映像と音声に問題があったら、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。いつものでそれ、はい、よろしくください。すいません、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの岡山のバー北、岡山のバー、の北区の、何でしたっけ、はい、あのカフェバー、あ、正規橋です。正規橋、はい、正規橋にあるカフェバーへそさんからお送りしてます。皆さん楽しんでいってください。コメントもバンバン書いてて、エースカフェロンドンっていうね、これね、帽子ですね。よくわかったね、エースカフェ、ロマンスさんいらっしゃい。ありがとうございます。今日はとんでもないです。もう本当にわざわざはるばる岡山までお越しいただきましていや、めちゃ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 再会嬉しいです。じゃあ、あ、すいません、今おいっす、おいっす。ロマンスさんいらっしゃい、楽しんでて。声聞こえてる？映像と音声問題なかったら教えて。多分これでいいのかな、はい、うん、合ってるよね。音を綺麗に撮れてるでしょ、音と映像。大丈夫？大丈夫だったら教えて、コメントで。映像と音声ヌルヌルしてる？問題ない。ありがとう。ありがとうございます。今日は、社長さんと、7年ぶりの再会をして、いろんな話をしてました。その音声バッチリ。うん、あ、じゃあ、せっかくなんで、再会に。再会に7年ぶりの。乾杯。お久しぶりです。ケピケピケピこれね、社長さんは、7年ぶりね、こう、会ったんだけど、配信のことも結構 YouTube とか生放送とか見てて、今一番お気に入りの配信者はうなちゃんマルシン。うなちゃんマルシン。KP。KP。おーい。面白いですよね、うな。はい、わざわざ。KP。こんな感じでやってるんですよ。いや、楽しいですね。いや、楽しい。もうさっきもね、なんかこう7年間も会ってないと、すごい積もる話もたくさんあって、ね、面白かったっすよ。いろんな、もうあの人はどうした、この人はどうしたっていうことで、あ、みんな苦労してるんだなとか。7年って月日ってすごいね。ちょうど初めて会ったのが、うちのリスナーさんならさ、古いリスナーさんなら覚えてるかもしれないけど、実は孔明さんってさ、コメント書いてた人覚えてる？孔明さんってコテハンでずっと書いてるから、はい、で孔明さんで配信映ってるんですよ、実は。すごい。そう、本名は伏せますけど、その孔明さんって言ったら分かる人がいるんですけど、孔明さんが荒沢社長さんをつないでくれたんですよ。なので、その孔明さんとの、その僕の知らないエピソードとかいろいろ聞けて、すげえ盛り上がってたんですよ。今日はお酒入れながら、多分ね、後でリスナーさんがリアド作るって言ってたんで、一緒にお酒飲みながらみんなで楽しめたらなーなんて思ってるんで。いらっしゃい、アンコロ。ロマンさん、アイテムありがとう。ロマンさん、いらっしゃい。岡山ナウですね。ツイッターみんないいねしてね。さっき、お店の方から写真撮っていただいたんで、リツイートお願いします。お店の、撮らせてもらった写真、自由に使っても大丈夫ですか？もちろんです、もちろんです。僕に、もう、肖像権も何もないんで。はい。全然大丈夫です。はい、渡辺さん、ワドツー。佐々木さん、ワドツー。いらっしゃい。エビ。なんすか、ちょっと緊張するっすね。みんな言うんすよ。配信回ってると、緊張するって。緊張してます？いや、テレビとかだったら緊張するのは分かるけど、
でもみんなうちわでダラダラやってるだけですよ。ほんますか。はい、ちょっと慣れないですね。映ってます、映ってます、もうバンバン映ってますよ。カメラもあるで、やっぱ嫌な感じですか、こう緊張するっていうか恥ずかしいみたいな感じですかね。どうなんですかね。もう結構子供の頃から目立ちたがり屋だったんで、全然全然 OK みたいな、むしろ映してみたいな。それが結局始めたんですか。そうですね、もともと喋るのが好きだったんですよ。で、喋りを仕事にしたいなと思って、で、なんかないかなと思ったら、ちょうど YouTube とかこういう生放送とか流行ってて、で、YouTuber っていうのが始まる前から僕 YouTube 実は投稿してたんですよ。へー、あの流行る前から。流行る前っていうか広告料もらえなかったんですよ、昔。だからみんな趣味で動画投稿系男子っていう名前だったんですよ、その時は。だからブログ代わりにその動画を喋ってアップロードしてみたいなことで。ね、不動産屋さんいらっしゃい。今日は積もる話をねしようかななんて思ってます。みんなもあのやめてよ、俺が酔っ払ったことをいいことに、あの配信始める前のあのね社長さんなんで、あのやめてよ、昔の話とかをこう俺が酔っ払った隙に聞くのとか絶対やめてね、超恥ずかしいから。まったりコメントを気にせず。そうですね。倍ぐらいに感じますね、尺がね。ああ、時間、時間の尺が長く感じるんですか。はい、でもあっという間ですよ、僕。毎日8時間ぐらい話してるんですけど。気づいたらみたいな。楽しい時ほど時間経つの早いですよね、それさ。喋ってて、うん。そのための枠ではないから。いや、本当にやめて。本当に恥ずかしいんだよ。配信始めてからさ、あ、コメント見たいっすよね。ふわっちのアプリってインストール。あ、してます、してます。そしたら、それ開いたら、結局見れますよ。多分見やすいっすよ。パソコン持ってこようか。あ、それがいい、いいんじゃないですか。はい。はい、みんなこんばんは。では、他のお客様が映らないように、ボックス席から配信してます。すごい照明かっこいいよ、カウンターとか。あ、いいですか。いいですよ。あ、ありがとうございます。じゃあちょっとカウンターの方じゃあ移します。カウンターはねこういう感じですごいかっこいいでしょ。かっこよくない、お店の雰囲気いいでしょ。あそこ向こう側が道路で入り口なんだけど、こうディスあの向こうにも席があってスタンディングでも飲めるし、こういう感じでカウンターがレッド、壁紙とかレッドで、すごいおしゃれだよね。おしゃれだよね、みんなね。そう。でしかもこれ言っていいんですかね。はい、いいですいいです。社長さんが内装をやったんだってよ、全部。やばくない？もともとさ、あのなんだ、そのなんていう、職人ですね。職人さんをやってたから内装を全部自分でやったんだって。これみんなおしゃれおしゃれって言ってます。 ありがとうございます。ねえ、かっこいいよね、すごいよね、やばすぎって。看板とかも全部自分で、壁紙から何から全部もう作ったんだって。あ、壁がクロスだけ、クロス業者さんお願いして。あ、クロスは業者さんにお願いしたんですね。クロス以外はもう、すげえ。お店作れます、作れますっていうか作っちゃったみたいな、お店作ってみたみたいな。そうですね、本当ですね。社長さん、あのアラサー社長、社長って今日みんな呼んで。いや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 、社長もう全然アラサーおじさんで、アラサーおじさんか社長。はい、みんなワトツー、いいよね。俺が怖いのは、あの俺が酔っ払ったりした隙に、あのアラサー社長に俺の過去をこう根掘り葉掘り聞くっていうのが俺はもう怯えているよね。今日はそれだけは避けたいっていう。高校ソファーめちゃめちゃいいよ、うん、これソファー、ソファーいいっすね。そうなんですよ、ビップ席ですよ。こっち側にもソファー向かいにもあるし、いい感じですよ。
だこれでワンコインだったらめちゃめちゃ流行りそうだけどな。カラオケはできない、バーってカラオケ基本的にできないですよね。そうなんですよね、バーはカラオケできないよ、まあカラオケないのが普通、和藤さんでも、はい、いいですか、またこれも全然いいです、全然過去話なんですけど、いきなり過去っすか。いきなり、でもバンドしてましたよね。あ、バンドやってました、ね、やってました、全然、はい、今でもたまにドラム叩いたりとか。ドラムやってたんですか。はい、もともとドラムで、あとライブハウスでやってて。そうなんですよ。おー、ありがとうございます、ありがとう、あ、リスナーさんが不動産屋さん、あ、ほんますか、なんですかね、社長、あの小手半が不動産屋って書いてあるんで、あ、それは、はい、学生とか良さそうなんで、学生で飲めた大学生しかいないでしょ。大学とか近いんですか。めちゃくちゃ近いんですよ、はい、これ、そこの赤いボタンクリックすると、あのコメントが見…あ、違います、あの赤の、お、それです、これやると、多分そこに、はい、こうする、はい、こうすると、はい、おお、すごい、めちゃくちゃ道迷ってます。 OK、 ゆっくりおいで、ゆっくりおいで、あ、音だけ切ってもらっていいですか。そこのボリュームの部分カット左に、そうっす、それで OK です、はい、そうするとリアルタイムで。社長の店はワンピース推しですか。ワンピース大好きなんですか。まあ、ワンピース好きですね。誰が一番好きですか。やっぱサボですかね。おお、渋いっすね。サボ。カズマさん違うね。いやいや、本当ですね。違うでしょ。いや、色好きなのいいですね。まあ、コアラちゃんも好きですけど。コアラ。コアラ。すごいなんかローカルなキャラ出してきません。インテナ、インテナなんで。なんで基本的に革命軍が好きなんですか。やっぱ、はい、かっこいいじゃないですか。秘密結社みたいな。はい、秘密結社ではないでしょ。サボなんですか。サボ好きですね。お、強いじゃないですか。サボ強いですね。サボ強いんで。川沿いですかって。あ、ここですか。はい。川近いですね。もう川沿い。いや、なんか迷ってるって言ってて、赤い看板、赤いね。そう、本当正規橋駅の目の前ですね。電車出てたら早かった。正規橋駅の前、目の前に赤い看板というか赤い輪っかっていうの、アーチっていうのかな。うん。今どこにいるか分かりますか。ちょっと聞いてみますね。今どこにいるの？うん、レスポンスがタイムラグがあるんで。そうですね、うん。ワンピース好きみたいですよ、社長は。大きい通りのところ、中入ったところですかって。大きい通り沿いです。大きい通り沿いに、もう本当目の前がバス停じゃないというか、駅。そうっす、駅、正規橋駅。正規橋駅の目の前です。目の前に、今見えてます。うん、大きい通り、中入ったところじゃなくて、大きい通りのところに、正規橋駅の前に看板がありますね。赤い、へそって、もうすぐわかると思う。どうなんだろう、どこにいるのかわかんないんで、なんかちょっと迷ってるみたいですね。川沿いですかって言ってるんで。川はもしかしたら絶対向こう行っちゃった。向こう行っちゃった。多分大丈夫だと思うんですけど、住所わかってるんで、ツイッター見てるはずなんで。タクシーで言ったらすぐなんですけど。ヨッピー大丈夫？わかったっぽい？この辺飲み屋全然ないですね。少ないですよ。はい。いや、穴じゃないですか。あ、そう、穴ですね。ですよね。穴ですね。飲み屋街はあるんですか。飲み屋街は、この正規橋の2つ前の駅で、中央町ってあるんですけど、はい、ほうほうほう、そこがやっぱり飲み屋すごいですね。うん、ここも、その、はい、路面電車でも終着なので、ああ。そう、一番もう、まあ、なるほど、ギリ市街地みたいに。はあ、はい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 。で、ここを越えるともう居住区なんで。なるほど。はい、
じゃあ住宅エリアに近い人も近所の人も巻き込めるし、そうですね、まあ、近所のお客さんがやっぱ多いですね。うん、あ、場所分かったみたいで、パーキング止めるとかそんな感じらしいです。ありがとうございます。どうなんだろう、神戸から来たんですか。あ、じゃあシャンディガフお願いします。私は岡山です。お、女性なんですね。これ男性だったら面白いですよね。たまにあるんですよ、可愛い女の子の写真でなんか俺だよ、ヨッピーだよっつっておっさんが出てくるっていう。お前かそう、ネカマって言うんですけど。あ、ほんまですか。ネットのオカマのことを ネカマと通称。あ、なるほど。全然あり得る話なんで、それはそれで面白いかなっていう。お前か。高谷さん、おー、高谷さんいらっしゃい。高谷さんもあの旅配信やってる時に、高谷さんは沖縄ですか。違います。あの茨城水戸のリスナーさんで、あ、水戸の千葉のあの犬吠埼から入れるじゃないですか。はい、茨城、はい、あそこに入ろうとしたら迎えに来てくれたんですよ、わざわざ。すごい、めちゃめちゃ嬉しかったですよ。真夜中っすよ。電車もないから。愛っすね。水戸まで送ってくれたんだっけ、高谷さん。どうだったっけな。水戸ほんと水郷がね、こういいですよね。水郷、水郷、水戸ってあの、はい、川にこう、はい、船で、船っていうかなんて。知らない、何それ。水戸結構水郷が有名なんですよ。マジっすか、はい、全然教えてくれなかったっす、水戸水戸には何もないって。あれから1年っすね。そうだ、もう高谷さんと。ありがとうございます。すみません。初見さんいらっしゃい。私、岡山の隣の倉敷市民です。はい、集合。はい、集合。明日か今日集合。ありがとうございます、ゆかさん。もしよかったら、あの、カフェバー、へそと、和道をよろしくお願いします。フォローよろしく。へそ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 なの。あれ、まあ、そうですね。へそ。へそじゃない。へそですね。へそ。ワンピース。また持ち出しすぎてもよくないけど。いや全然いいですよ。あの、まあ、へそですよね。へそ、へそです、ね、へそイントネーション間違えてた。へそです。よろしくお願いします。懐かしいですね。懐かしいですね。うん、本当に7年ぶり。どうでした7年間。7年間一瞬でしたね。ついこの間までそこで千葉で話してたって。そう、だって岡山でこんな感じで会うって僕想像してなかったっすもん。そうですよね。僕もまさか岡山県民になると思ってなかったのでそうそうそう、千葉に骨をうずめると思ってたんで。ですよね。地元は半端じゃなく強かったっすもんね。もうそうなんですよ、やっぱり千葉、うん、今でも好きですけど。やっぱり僕もでも帰ってないですね。成田で配信しましょう今度。いやっすよ、地元の。いやっすよ、もう成田の恥ですから僕。成田のどこでしたっけ。成田の、はい、構図の森とか、あと成田とかの間なんですよ。わかります、構図の森。構図の森がちょっとわかんない。まあ成田駅っすよ。あ、ほんますか。全然都会じゃないですか。あと富里インターとか車。富里、はいはい、はい、富里がすぐですね。親戚富里なんで。え、マジですか。どの辺ですか、富里。富里の、はい、あの、なんていうんだろう、七重とか、三里台とか、なんだろう。よくあの、外房の、海に行きましたよ。うん、ああ、はいはい、行きますよね、はい、原付とかでよく行きましたもん、成田とかだったら。40分、片道40分ぐらいで、もう行けるんで。うん、千葉、道いいっすからね。いいっすよね。道いい、ほんと。ほんといいっすよね。フォローありがとうございます。あ、お金ない。うん。なるほど。OK。
コメント盛り上がってこう、家飲みも楽しもうね。お金あったら向きて、ワンコインバーだから、うん、大事だから、そこフードもドリンクも500、基本500円で飲めるんですよね。そうですね。フードはほんとちょっとしかないんですけど。はいはい。何品ぐらい、6品ぐらいあるんですか。まあ、4、5品。4、5品。4、5品、はい。まあ、つまめるって感じですね。つまめる、ちょっとお酒のお供に、はい。まあ、ノーチャージなんで、うん、全然500円で。そうそう、チャージも取ってないですか。ノーチャージなんで、500円1000円で帰るお客さん多いですよ。おー、いいですよね。1杯2杯。1杯2杯。帰りに、はい。安いよね、みかんさんね。内装力入れたなえ、でも結構広いっすよね。何畳ぐらいあるんですか。20坪ぐらいですね。おお、でかいっすね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと向こう向けていいですか。いいですよ。ちょっと待って、見つけちゃったんだよな俺。そう、見つけちゃったよ。どうしたちょっと待ってて、これは俺いじる。これは熱いね。お、あったよ、ほら見つけた。やっぱあるんだ。これ何の実ですか。これあの何の実でしょうか。これよりよりの実で、あの食べると目がよるってやつじゃないですか。あったよ。いや、よりよりの実。よりよりの実。よりより、え、そんなに寄ってないですけどね。いや、なんかめちゃめちゃより目でより目って言われるんですよね。あ、ほんますか。最近寄り目寄り目って言われるんですよ。寄ってるかな。ただ今映ってたのかな。なんかあれだよね、最近人の集まり悪いよね、リスナーさんの。あ、でも100人集まってんね今。200いかないんだよな最近。どこ行ったの100人。あと100人。こういうお店やりたい。あ、こんばんは。ヨピ、はい、いらっしゃいませ。おー、どうも、よろしくお願いします。和道です。あら、あら、美人さん。岡山美人。岡山美人は、ありがとうございます。どうぞどうぞ、はい、顔出して NG。 あの、はい、こういう店やりたいって言ってます。上の方に出てるんですけど、一番上でしょ。ああ、もう、フレッシュの水割りって。水割り、はい、入りました。すみません、あの、初見さんなのに。いや、ずっと見てたんです。え、俺のこと知ってんの。あ、知ってんだ。あ、目が寄ってるやついいなって。え、見たかな。なんか、あやかちゃんって子いるじゃない。はい、岡山のあやか。あやか、はい。あやかとなんか話してる時に見て、はい、はいはいはい。あやかちゃん面白い。あやかやばいよね、面白いよね。え、でもあやか今岡山にいないでしょ。あ、そうなんですか。そう、いや、なんかフォローはしてるんですけど、うん、全然話したこともないから。でも面白いかも。いや、あやかはマジで面白い、ね、すっごい面白いやついたんですよ。はい、あやかっていう。なんて説明したらいいんだろうな、あやかの面白さって。もう気違いなんですよ。顔普通に可愛いんですけど、はい、なんかもうとんでもなく気違いで、うん、なんだろう、ホストに貢ぎまくったりとか、なんかこう、ある日なんかシュークリームを顔面にぐちゃぐちゃにぶちまけて外徘徊したりするんですよ、岡山の街を。で、破天荒な行動ばっかりするから、なんかみんなが笑ってて、で、破天荒な行動ばっかりするから、で、僕のリスナーだったんですよ、ヘビーにコメント書いてる、はいはい、で、その綾香を止めろみたいな、説得しろみたいなことを依頼が来て、はい、で電話かけてみようって言って、はい、で、綾香っつって、すごいもう俺のグッズとか T シャツとか買ってくれる子で、はい、綾香って、なんか最近おかしい、なんで顔にシュークリーム塗ったのって言ったら、嫌なことがあったとか。うん、どうしたのって言って。コメント100点ですね。そうなんですよ、返しも面白いですよ。で、その何があったのとかもう30分ぐらい聞いてるんですよ。で、そしたらなんかリスナーが、あやか言っちゃえよ、あやか言えよみたいなことを言ってて、何言ってんだろうみたいな、僕も分かんないじゃないですか、はい、まあ、なんか、若い女の子なんで、なんかあるんだろうなと思って、で、聞いたら、緑亀を飼い始めたツイートになってたんで、ちょっと話そらそうと思って、
カメ元気？名前なんだっけ？って言ったら、あ、カメの名前ワード、うん、違う、なんとかとか言って、え、ちょっと待って、なんで今俺の名前言ったの？って言ったら、あやか言えよみたいなコメントになって、で、結局、あやかは、本当は俺のことが好きすぎて、はい、で、その、顔にシュークリーム塗って、相手にされないから顔にシュークリーム塗って、街を徘徊したりとか、ホストに貢いだりとかしてたっていうオチだったんですよ。めちゃめちゃキャラ尖ってる子で、すごかったよね、彩香ね。あ、ルピーさん、乾杯です。すみません。すみません。あの、荒沢社長です。荒沢おじさん。荒沢おじさん。荒沢おじさん。若さですね。でも、荒沢さん、変わんないですよ、その。何歳？31です。32です。上なんですよ。上なんですか？全然見えない。岡山マジック。そう。いやいや、今年30、次に4になる。あ、そうなんだ。全然見えない。うん、本当に岡山は綺麗な方多くてね、本当に千葉県民びっくりですよ。千葉県民びっくりですね。僕ら千葉なんですよ。ああ、ディズニーランド一番我らが誇り。もう埼玉には負けたくない。千葉とか行ったことあります？一回ディズニーランドに行ったかな。シーですか？ランドで、ランド、はい、ランドで間違いないです。浦安は嬉しくちょっと写真撮ったっていう声があって、うん、ただ単に浦安鉄筋家族が好きな時なんですけど。あ、浦安鉄筋家族好きなの。結構渋いですよね。結構渋いです。嬉しいですね、うん、元千葉県民として。本当ですね。千葉が誇る。あれです。ギャグ漫画だったら幕張とかもあるじゃないですか。もう幕張、そうですね。感じてます。なんか多分聞いたこと、奈良ですね。奈良です。奈良づくしです。結構、あと、あれですよ、カメレオンも成田じゃないですか、舞台。あ、矢沢栄作。そうです。あ、そうなんですか。だから結構、漫画家多いんですよね。なぜかみんな逆漫画家なんですよ。読みましたね、中学生の漫画大好きです、うん、ワンピースなんか、もうドストライクじゃないですか。連載始まった時から見てるような。ワンピース見ます？1話と、うん、あの、なんていうかな、チョッパーのやつを見ました。もうにわかだよ。にわかだよ。仲良くなれねえよ。そう、あそこに全部あるから。全巻ございますので。え、漫画とか好きなんですか？漫画大好きで、あの、よく見てるから、うん、ガンツとか。お、あ、ガンツいいっすね。ガンツエグいのが好きなの。何、絵がグロいのが好きなんですか？あ、絵がグロいのが好きなんだ。まあガンツ面白いですよね。ガンツ面白い、うん、絵がグロい系か。何があるだろう他。彼岸島とか。はい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 、はい、ちょっとじゃあ、ああいうなんかサイコっぽい感じが好きなんですね。ちょっと、ホムンクルスとかも好きだった。え、そんなの微妙かな。ホムンクルスは違うか、系統が。あれか、アイアマヒーローとかか、どちらかっていうと。あ、違うかな。おかわりいただいて。はい。あ、でも絵全然いけますね。大丈夫。あ、すみません。後ろ。ガンツ、本当ハマりましたね。ガンツ、ヴァンパイア出るまでは僕は信者でしたね。ヴァンパイア、あ、はいはいはい。ヴァンパイアが出て、もう僕は信じないってなりました。アニメもね、結構面白かったんですけど。実写もされて、アニメもされて、すごいですよね、うんうん、アニメも本当にオリジナルのまま最後までやってほしかったですね。え、どこまでやったんですか？ね、とりあえずその、はい、あれが死ぬ、あれ加藤が、はい、死んで、はい、くらい。加藤が死んだのは千手観音でしたっけ？そう、千手観音ぐらいでも終わりなんですよ。ああ、まあでも、うん、いい終わり方じゃないですか。微妙ですか？まあでも、まあそうかもしれない。なんか、すみません。僕あの辺が一番好きでしたね。黒の刑が、あの、主人公が死ぬっていう発想がなかったんで、あれびっくりしましたね。そうですね、刑ちゃん。刑ちゃん。刑ちゃんかっこいいですね。刑ちゃん。
でも女性でガンツ好きってすごいですね。ね、珍しい。めっちゃ少女漫画よりそっちの方が。おお。少女漫画全然わかんないです。僕7読んだんですけど、はい、主人公の女の子も7いるじゃないですか、はい。ただのクソビッチじゃないですかあれ。どうなんだろう。あの花より団子を見ました。見てないですね。どんな話でしたっけ。あれはね、もう最高ですよ。へー。花より団子ってあの、なんだっけ、キッズウォーの女の子のやつですよね。あ、そうそう、ドラマ版は。ドラマ版はコミックがね、はい、最高なんですよ。へー。もう妹がちょうど、はい、僕妹が結構下なんですよ。7つぐらい下なんですよ。はいはいはい。で、僕は中学生ぐらいの時に妹が読んでて、はい、あの、あ、僕は中学校高校の時に、はい、もう取り上げて自分がハマっちゃった。ハマっちゃった。お兄ちゃん返して。気づいたら朝だった。すげえな。花より団子見てみようかな。面白いの？いや、めちゃくちゃ面白いですね。へえ。結構トップ10入りますね。マジですか？はい。マジですか？え、こ、もしかしたらこのカフェ花より団子一色になる可能性があった？それはない。ない。それはないですか。それはない。店長、あの、花より団子見ました？見ない。見ないですか？漫画見ない。私、ワンピースもアニメ派です。ああ、アニメダメなんですよね、ワンピース。まあ、ほんまっすか？アニメ版見てないですね。だから、へそだと思ってました。あ、へそ。あ、でもそうかも、確かにそうかもしれないですね。あの、コミック派でしょ。アニメ版で、こう、やっぱり掛け声してたんで。はい、そうですよね。岡山県民あるあるとかあるんですか？なんだろう。え、もうずっと岡山ですか？岡山で、はい。嬉しいですよね、この岡山アップしてる感じがして、うん、すごく嬉しいですね。いや、岡山めちゃめちゃいいっすよ。ぜひ、ね、岡山ラブなの、やっぱり、うん、岡山ラブ。あ、岡山いい。やっぱ車ないと無理です。あ、まあまあ、車はね。でも、なんかね、街の広さがこうちょうどいいっていうか、東京とか大阪みたいにギューってゴミゴミしてる感じじゃなくて、全部揃ってるけど、こう土地広く使ってる感じがかっこいい。あと川が流れてるのは俺はポイント高かった。川いいっすよね。川大事ですね。路面電車の音にびっくりしたけど。ぜひあの、はい、河原でバーベキュー配信しましょう。ああ、そんなもあるのか。うん、川のそばバーベキューたくさんあって。へえ。やばいっすね、それ。やばいっす、結構本当に。はい。心洗われるというか。岡山の配信者結構いるじゃないですか。なんかご隠居さんとかふわっと言うと結構いるんすよ。あんまり。あんまり知らない。なんかこう。うん、だけど、なんか岡山の良さもっとアピったらいいのになっていう、その地元の配信者は。東京の人ね、なんか青壁だとかよくやってるじゃない、新宿だったらとか池袋はどことか。もっと岡山押せばいいのにな、うん、倉敷出張でよく行きますよ。あ、本当に寄ってへそ、せーの、へそ。初見です、岡山です。はい、集合おいで。はい、ツイッター確認。みっちゃんいらっしゃい。岡山のどの辺ですか？はい、明日と今日、はい、あの、集まってパーティーしますでしょ。そう、まだ岡山のノリが分かってないんで、そう、岡山のノリを教えてください。飲み方を。結構騒ぐ感じなの？私普段お酒あんま飲まない。あ、飲まないね。ネット民だもんね。そうだよね。緊張しますよね。確かに。嘘。そう、緊張しちゃったともう飲まないと。さっき車でずっと喋ってたじゃないですか。ラーメン屋で喋ってたじゃないですか。もう陰キャなんだよ。陰キャ。何これ、これあるあるなんだよな。配信カメラ回ってない時めっちゃ面白くてぐわー盛り上がって、カメラ回った瞬間すげえみんなシーン。シーンってする。岡山あるある、岡山市内に住む人が倉敷に行くとき、倉敷市内の人が岡山行くときは、ちょっと待って、
岡山あるある。岡山市内に住む人が倉敷行くとき、倉敷えいなな日本語が分かんない焦りすぎ。え何、倉敷市内が岡山行くとき岡山行くっていう、それどこの町でも言うわゴジッターっつって。麦ちゃんいらっしゃい。普段誰見るんすか。天体虫だからいろんなところによく一番行く確率が高いの最近だから SY 氏が。ああ SY 問題児系それこそ青壁系配信者そうこれでも SY さんは嬉しいんじゃないですか。めっちゃ見られてると思って、うん、結構やられてる。やられてるよな、うん、ハート強すぎるよな SY さん。すごい。もう絡んだことないですね僕SY さんと。楽しみにしてます。あいやなんかもら事故りそうな気がする。え、お SY さんどこ住んでるんだろう。なんかでもずっと青壁とか新宿いますよね。倉敷と岡山はライバルなの。あるあるんですか。そういうあるの。あるんだ。うーんって言ってる。あるんだね。まあでも岡山は岡山だけど、倉敷はやっぱり歴史あるというか、はい、京都みたいな感じなんですか。町並みが何なんですか。そう美観地区ですか。はい、そう、その美観地区もよく分かってないですよ。倉敷市に美観地区ってとこがあって、はい、そこがなんとか特区、要は経済特区、美しい景観の地区みたいな、そう、なんか行政がっていう意味なんですか。どうなんです、 なんですか、その美観地区っていうの言葉を聞き慣れてないから。いやだから美観地区いいよっていう、それ地区の名前なの。何なの、そう美観地区っていう言葉を生まれて初めて聞くから。これはなんかそう国が守ってるってこと、どういうことなんですかね。まあ映像は見たんですけど、めちゃめちゃなんかこう映画的ですよね。なんかそうですね。これは昔ながらのってことですか。その当時のまま美しいこの街と街並みというか、だから残したんでしょうね、うん、まあおそらくですけど。え、なんだろう、美観地区、倉敷美観地区、なんかね、その観光スポットなんですけど、はい、お城とかがあるわけじゃないですよね。なんかその街なんですよね。なんなんだろう、そう、その美観地区自体が、はい、こう、まあ、エンターテインメントというか、はいはいはい、まあ、ディズニーとかそのユニバーサルまで行かないですけど、はい、その街自体がこう、はい、なんていうんでしょうね、いろんなお店があるんですよ。その美観地区がもういろんなお店が集合体で、江戸というかそのなんていうんですか、その古いお店、古いお店、街並みは古いんですけど、うん、まあ例えばスマホ修理とかですか、着物着てスマホの、いやなんか、ね、結構 お土産とか漬物とか着物とかあのソフトクリームとかいろいろあるんですよ、うん、昼もいいんですけど、はい、夜もいいんですね。おー、ライトアップされてる、ライトアップされてる、ね、でその美観地区もいいんですけど、はい、意外とその倉敷の駅前も栄えてるんですよ、はい、へー、結構どれくらいなんですか。よくあるのが ここだけとかあるじゃないですか、この通りだけとか。結構広いんですか、その美観地区は。僕もまだ岡山来て3年なので、はい、何とも言えないですけど、はい、イメージですよ、はい、まあ、駅近くは、はい、まあ、結構ビルもあるし、あ、アウトレットモールとかもあるんですね。ああ、じゃあ結構栄えてるんですね。すごい栄えてます。で、その一部のエリアをその守ってるって感じなんですね。そう。そのなるほどなるほど。倉敷市内のそこの一部の地区を守ってる。はあ。でも写真見るとすごいですよね。もう本当におしゃれですよ。おしゃれですよ。おしゃれ。これは何時代から残してるんですかね、この感じを。これはだからあれですよね。はい、これはほら、ちょっと待ってね、
Google に聞くから。あ、ウィキペディアがいいですね。ウィキペディアがいいですね。あ、これやっぱ保存地区なんですね。保存地区なんですね。保存地区ですね。何時代なんですかね。あ、江戸時代初期の寛永19年。おお。1642年。はあ。からあると。1600。歴史ありますね。すごいですね。370年、80年。へえ。それすごいな。そうなんですよ。もうちょっと早く集合すれば。そうですね。ちょっと。あ、全然全然。ミステイクですけど。僕生まれて初めて新幹線に乗っちゃったんで、パッて意外と早いじゃないですか。1分ぐらいで新幹線ってガッて行くんです。あ、そうそうそうですね。だからびっくりして飛び乗ったら、あの品川で乗ったのになぜか東京駅に着いたんですよ。はい、のぞみで来ました。のぞみだと思って乗ったのが何かだったんですよ。はいはいはい。その何かは分からないんですけど、品川から東京に行ってで駅員さんに僕はこうでこうでこうでって言って、でこうで初めて新幹線に乗るんですよ、大丈夫ですよ、落ち着いてくださいって言って、次の何番に乗ってあの切符渡してくれれば大丈夫ですよって、もう僕はパワフルに訴えましたよ。新幹線快適じゃないですか。いや、びっくりしました。でやっぱりその勝負だと思ったんで、はい、1万6300円の普通車に乗るか、はい、僕は2万3300円のグリーン車に乗るか、はい、僕はまあ迷ったわけですよ。人生の初めてですから、なんて言っても、はいはい、初めての新幹線、はい、で7000円ですよ、はい、で時間変わんないですもん、着く時間は。で7000円から価値あるのって考えましたよ。ないですよ。ないですよ、7000の。ないけれどもやっぱり経験を買いたいな。ああ、はい、そう、まあこれが言いたいだけで7000円払ったんですけど、はい、でも奇跡の出会い、そうなんです、奇跡の遭遇が。そう、上島竜兵さんが普通に歩いてて、ああやっぱグリーン車って芸能人乗るんだと思って。ちょ、竜兵先生は熱いでしょ、うん、喫煙ルーム良かったですね。なんかあの窓が3つついてて、はい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 、新幹線どうですか、乗りますか。乗ります。あ、乗りますよ。私この後前、はい、グリーン車と普通の指定席で、はい、喫煙ルームに着いてたら、はい、石塚さんに会いました。あ、やっぱ芸能人いるんだ。グリーン車にはタバコどうぞどうぞ、もうラフに。あ、アイコスなんで、はい、アイコスなんで、はい、新幹線すごかったな。新幹線あんま揺れないっていうか、俺本当に早かった結構速さにびっくりしたかもしれない。こんな速いんだって。その3時間ですからね。いや、なんか3時間の速さじゃなくて景色のスピード感の速さ、なんかこうもう G を感じましたね、すごく帰りはバス、はい、わかりました、はい、すいません、はい、すいません、はい、バスね、地獄ですね。バス地獄なんですよ。もうバス旅何回もやってるのもう最悪っすよ、もう本当に。だって東京まで、はい、10時間、10時間かかりますよねいや、もう本当にきついっすよ、バス。でも夜行バスめっちゃ安いっすよ。安いんすよ、5000円ぐらいですよ。そうです、そうなんですよ。ただきついんすよ、もう本当に。あ、思い出すわ、バス旅。じゃあ帰りバスで、はい。お寺。ああ。ふっぴーさん、すみません。前取ります。すみません。なんですか、岡山って結構美男美女多くて有名なんですか。全然。いやいや、結構本当に。ね。わかんないですけど、あんまり岡山駅周辺とか行かないから。おお。引きこもりですか。結局今日財布選べずに帰ってきて。何買おうと思ったんですか、財布。なんか3種類ぐらい悩んで結局、うん、どうしようと思って見てもらっていい。もちろんですよ。もうなんて言ったって配信会一のファッションリーダーですから間違いない。緑丸さん、こんばんは。あ、変えたんだ、サムネ。サムネそっちの方がいいっすよ、緑丸さん。一番悩んだのこう、おビトン、はいはいはい、ととあ、これとグッチとビトンとこのああ
結構攻める感じなんだ。派手な方が好きなんだ。なんかあんまりない、うんうんうん、でそのヴィトンの方は取り寄せって言われたんです、うん、人気があって結構ヴィトン買われて、うん、これヴィトンいいんじゃん。ですよね、うん、ヴィトンでしょ一番いいのそれです。これでしょ。めっちゃ可愛い。ヴィトンね、限定品？限定です。これじゃあヴィトンだな、うん。これグッチのこれはさ、ちょっともうやりすぎでしょ。ちょっと変わってるから見たなと思って。いやもうあからさまじゃん。ちょっと見てこの3つだったらどれがいいのかって。グッチヴィトン。派手なのが好きなの多分。でもこのヴィトン可愛いですね。ちょっと見ないと。これ見ないですよね。これ見ないです。私も見たい、うん、女性目線で左かな。あ、じゃあ、これが最初、一個一候補で、うん、映像は切ってる。あ、これシンプルすぎますね。映像切ってるってどういうこと？あ、絶対ヴィトンです。ヴィトンだよね。ヴィトンだよね。これ、映像切れてるじゃないですか。映像かなり動いてますよね。めっちゃ前。映像切ってるってどういうこと？マウイさん。今これ、これぶっちまい。ちょっと意味が分かんないんだけど。これがいいと思います。ですよね。映像切ってるって何？取り寄せなんですけど、絶対これです。ありがとうございます。ヴィトンに決めました。はい。でもこれ自慢の一品ですね。え、これ自慢かわいい。本当かわいいね。珍しいし。ね、かぶらなそう。うん。いや、生地も一番しっかりしてたから。うん。これかなと思いながら。映像切ってるってなんだろう。すげえ気になる。新幹線初めてって今までどうやって移動してたの？飛行機、自転車。その県外行ったりするの？県外、基本的に僕家から出ないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。コンビニエンスストアに行くか、うん、じゃあ旅行とかあんましないんですか？旅するときはなんか鈍行列車乗ったりバス乗ったりとか、なんか安い貧乏旅みたいな。そういうのも全部撮ってるんです。全部撮ってるんです。あ、だから新幹線じゃない方が面白いかもしれない。そうですね。でもバスの中とかは撮らないですけど、あ、例えば18時間ヒッチハイクしてこうやってやって、夜中に泣きながら段ボールこうやってバーンって投げて、無理じゃん、もうやだよとか言ってで、そのまま次の日起きたら別の街で、あーっつって電車乗って移動したわで、死ね死ねって書かれるんです。ヒッチハイク楽しそう。いや、ヒッチハイクだから成功したことないんですよ、僕ただ立ってるだけなんですよ、こうやってボード持って。でもね、岡山は拾ってくれるかもしれないですよ。田舎の方が拾ってくるんですよ。だから僕、東京からスタートじゃないですか、はい、冷たいんですよ、やつら東京のあのやつらは。そうで、女の子ばっかり拾ってくるんですよ、後から来た。逆にやってるんですね。やってるんですよ。だから後から来た女の子がブーンっつって乗りなよっつって。乗りなよじゃねえよと思ってでも危ないですね、女子一人で。いや、だから勇気ありますよね。女の子危ない、本当に。若い子とかやっぱり白い T シャツの子の方が受けがいいですよ。やっぱり黒い T シャツはヒッチハイク引っかからないですよ。これを確かに怖いですよね。そうだから、あの見た目重要だね、うん、はい、こんばんは、うん、あれコメント、あれコメント止まってる。入り直したら見えた。あれ、あ、そこ、そういうことか。うん。野郎には冷たいよ。本当に。そういうもんだよ、そういうもんだよ。うん、あ、ワルさん、ちょっと。うん。何ですか？サンキューどうでした？サンキュー？あ、そう！ラーメン。サンキューうまかったよ。ごま、うん、びっくりした。あれは東京出したら流行る。うまい。サンキューうまかったわ、うん、ヨピさん、サンキュー行ったことあります？昔ラーメン食べないですか？あんまラーメンあんまり。女の人なの？そうか、ラーメン行かないですよね、うん、でもあの、うん、でもわりかし岡山の女性は、はいはい、
食べそうなイメージですけどね。縦に比べると。へえ。結構ラーメン屋自体が多いですもんね。多いよね。うん、多いラーメン屋多いです、ね。うまかった。塩分強めなの。ちょっとしょっぱい感じのパンチ効いてる感じだね。まああれと。品そば。今日はね名物そば。でも品そばって言い方だから昔のクラシックな言い方じゃないですか。そうですね。なんかそのやっぱり岡山ラーメンは、はい、ラーメン屋さんもあるんですけど、はい、品そば屋とか何か品そばとかっても多いですね。ほう、いや普通の昔ながらのってことですよね。プレーンの中華そばとか、はい、そういう名称を用いることが多い。ほう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 。いや癖になるねあれは。そうなんですよ。なんか味がね濃いっていうよりもね塩分強めな感じの味なんだけどすげえうまかった。パンチ効いてる感じなんだよね。しかもね博多の麺だったんだよね。あれはすごい。しかも細麺で、ね、おにぎり160円とこんなでっかいのとかだからチャーシューおむすび。チャーシューおむすびやばかったです。あえ岡山鳥取から出てきた人が多いって聞きます。本当に多いですね。多いかもしれないですね。絶対多くないほんま偶然かな。だからその界隈だけでしょそれ。私の界隈はね多いですね。はい、にわかへぇへぇにわかいねえよって言われたよ。お前だけだよって言われたよ。いやそんな言ってない言ってない。ごめん性格の悪さ出た。逆になんか恥ずかしい感じになっちゃった。ごめん言ってないっすよみたいな。なんすかみたいなね。すいません。和道さん逆に、はい、この7年間7年間いや7年間何やってたって言っても出会う。いや僕の中で あそこの例の事件で止まってるんで。いやだから、はい、それを聞きたかったんですよ。ああ、まあ、逮捕されるじゃないですか。はい。で、いやじゃあ僕ホテル暮らししてたんですよ。あ、そうなんですか。そうです。へえ。まあね、あの事件の後。違います。あの事件の時に、はい、ネットワークで金入ってきてたじゃないですか。はいはい。月数。はい。で、まあホテル暮らししてて、でホテルで朝どん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 来たら。わっつって令状出されて、で分かるなって言われたから分かんねえよっつったらそのまま手錠かけられてどこ行くのって言ったら奈良って言われて、そのまま奈良までブーンってずっと連れてかれて、で何々の件の何々の件の何々の件でお前関わってるなって、関わってるなじゃねえよっつって俺の指令仕事で頼まれたんだからやってるよっつって全部喋って、もうバンバンもうほんのドラムみたいですよ。ドーンですよ。ボーンですよ。カツ丼出されました。カツ丼出せないんですよあれ今。出せないんですか。あれだからもうあれは昔は出してたらしいんですけど今あれやっちゃったらダメらしいんですよ。だからもう怒り役と泣き落とし役がいるんですよ。なるほど。僕はただ、はい、僕は言っても僕のメンタル知ってますよね。そんな泣き落とし引っかかりますよね。もう号泣ですよ僕は。もう本当に涙涙。もう7日目に涙涙ですよ。もう本当にお母さんの話したりね、おばあちゃんの話したりとか、もう刑事さんともう号泣ですよ、はい、生主ですから僕は。もうそれはもうバンバンペラりますよね、うん、まあ最初からペラってるんですけど。でまあ2ヶ月半牢屋の中にいて。2ヶ月半。いやだから実刑だって言われたんですよいきなり即。そうで実刑だって言われて、弁護士さんにも無理っすって言われて、最低でも1年半で長くて3年刑務所に行きますって言われてたんですよ、はい、でもう2ヶ月半もう瞑想ですよ僕の中では瞑想。もうだって誰にも手紙出してないし、もう関わらない。奈良に収監されてたんですか。奈良ですよ。奈良のど田舎のところにずっと牢屋の中にいるんですよ。で2人1組だったんですけど、はいはい、1ヶ月ぐらいいたお兄ちゃん、超いいお兄ちゃんなんですよ、はい、当時35くらいの、はい、で
その人は、おーっつって、ワド君みたいな感じで、超陽気なんです、ずっと踊ってたりとか、弁当食い終わった後、やーやーやーとか一人で歌ってるんですよ。無法地帯なんですよ、もうその牢屋の中が。関西人、大阪人ばっかりで。で、何で捕まったんですかって聞いたら、ああ、ワイバー、なんかしゃぶりえって言うんですよ。しゃぶのソムリエだから、しゃぶりえって自分のこと呼んでて、もうシャブの密売人で、もうシャブのことなら任せろみたいな。で、シャブのこととか詳しくなったりとか、なんか隣の男坊に万引きおじさんとかいたりとか、まあでも2ヶ月半いると、子さんになるわけですよ。はい、で、見送ったりとかしながら、いや、達者でなって。絆ができるんですよ。そうですよ。で、子さんになってくると、だんだん先輩みたいなんですよ。僕、こうなってるんですけど、僕、出れますかねとか言って、ああ、お前はあれだな、つって、今から10日間交流されて、そこが鬼門だな、みたいな感じで。なんか立場がどんどんできていったりとか、いろんなドラマがあって中で、でパクられると思ってたら裁判やったら執行猶予って言われたんですよ。おお、えっと思って、うん、あ、まあありがとうございます、頼むありがとう。で執行猶予って言われても、はい、ごめんなさいね、なんか何の話してんだって話だけど、まあ人生いろいろあるんで、で僕としたらはぁなわけですよ。もう腹くくってるんで、3年刑務所にいてやり直そうと、うんうんうん、でも蓋開けてみたら2ヶ月間牢屋の中にいてややや歌ってたりシャブの話してたりとか万引きおじさんとかいろんな人と犯罪の話しかしてないんですよ。で出てきたらどうするみたいな。そっからですね。いやもう本当に何も考えてないんですよ。で弁護士さんからあおめでとうって言われて、でちょっと隠してたことがあるんだけどつってこうやってゴソゴソってやってこうやって A4 の紙を渡されるんですよ、はい、でこれ受け取るじゃないですか、はい、これヤフーニューストップで俺先に犯初犯逮捕って書いて俺ヤフーニュースのトップに持ってるんですよ。でもう全員知ってるからっつって、君有名人だからっつって、俺初犯じゃないですよねって、弁護士さん知ってるでしょっつって、いやあのリークされちゃったからっつって、要は年齢が俺が一番上だったから実際はコッパ野郎だったんですよ。僕コッパ野郎のパータローだったのに初犯扱いで大本営されちゃって、で、もう仕事も全部クビっていうか、もう会社契約切られてホームレスですよ。それ、その…びっくりしてたんですよ、はい、その時、もうコンタクト取れないじゃないですか、連絡取れないんで。そう、僕、携帯とかも全部、で心配で、やっぱこっちはね、連絡ですよね、うん、で絶対悪いことしない人 だから でも、俺としてはその社長さんに迷惑絶対かかってると思ったから、ここまでになっちゃったら、もうもうそれで3年引っ込んで、もう一回消えようと世の中からっていう、もう反省しようってなってたわけですよ。だけど、そう。ホームレスどのくらいしてたんですか。ホームレスっていうか最初だから、まあビジネス法に3日間泊まって何も考えないでって言って、でその後あのボケとうろうろしてて、で知り合いがマンキッサー1ヶ月分とか払ってくれて、はいはい、で漫画喫茶でカップラーメン食いながら仕事探すんですよ、はい、だけどもう僕ずっと自営業だったから、はい、バイトやり直そうにも、はい、住民票千葉だし、はい、そのこの空白の期間お前何やってたのっていうのが多すぎるし逮捕も言えないじゃないですか。しかも本名書いてもヤフーニューストップに載っちゃってるから今の時代検索するじゃないですか社長さん。そしたらもう逮捕出るから面接バン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 教えるんですよ。で、本当に病んで、うわ、これどうするみたいになったんですよ。マジでやばいと思って、その時にですよ、親父から電話かかってくるんですよ。小学2年生の時に離婚した。おお、なんかグッてきません？グッてきますね。なんか親父から電話かかってきて、生きてたかって、何も言うな、今から家に来いって。でその家か貸して、ま、満喫さ貸してくれてた人にちょっと親父のところに会いに行ってくるっつって行ってきなって言って会いに行ったら、親父がお前の人生壊してごめんって泣くんですよ。俺もう生まれて初めて親父が泣くところを見て、お前の人生壊しちゃって俺のせいだって言って、いや関係ないっつって、で俺はお前とやり直したいから、こうマンションにお父さんと、まあ、お父さんの新しい家庭と奥さんと子供、はいはい、で、はいはい、じいちゃんとばあちゃんが下の階に住んでると、はい、マンションの別の階に、はいはい、でばあちゃんの方に住めって言って、ばあちゃんの部屋開けたらおじいちゃんとばあちゃん住んでたんですよ小さい頃。じいちゃん死んでるんですよ、遺影なんですよ。
で、じいちゃんその家と遺品のある部屋に住むんですけど、で、ばあちゃん喜ぶんですよ、はい、あの孫ですね、孫ですから、はい、しかも溺愛してる孫だったから、うん、超可愛がってくれて、はい、でもそっから地獄でいや、本当に何が地獄かっていうと、うん、ばあちゃん地方症になってたんですよ。で、最終的にどうなったかっていうと、僕寝てるじゃないですか、夜中に泥棒って叫ぶんですよ。知らない人が寝てるから、そりゃそうでしょ。で、ばあちゃん警察に行くって徘徊するんですよ。もう俺と夜中の2時にばあちゃんこれだから俺だよ俺だよって言いながら言ってんだけど、またかみたいな、俺だよ俺だよじゃねえよっていうね。そう、自分のばあちゃんに俺だよ俺だよっつってんだよ。そうで、そのばあちゃんダメだから親父に電話してごめん助けてくれっつって、親父が、その親父は分かるからばあちゃん認識できるから、ばあちゃんあれだよ孫だよっつって、そうか孫かっつって説明してたんだけど、それで帰って、で親父にその時にもう荷物まとめて夜中だったんだけど、もうここ俺のいる場所じゃないわって言ってホームレスに戻るんですよ。でそこでもうどうしようと思って、でも親父もいろいろ考えてくれて、一枚にビラを渡すんですよ。それがあの東京とかやってごめんね、超重たいよと、超笑いながら聞いてね、鼻くそほじりながら聞いてごめんね、なんか飲むあのやってるんで、あとで大丈夫、うん、あじゃあ同じやつ見せないのがあります。そうで、その3ヶ月間もう追いやられてくんですよ。もう一人でずっと2ヶ月半とトータル、その親父のこととかもう3ヶ月4ヶ月ぐらい経ってるから、半年ぐらいもう完全になんか頭狂ってくるじゃないですか、そういう追い詰められた状況で。でも親父から渡されたそのビラっていうのが、要は東京都がやってる、はい、その介護の資格を取りませんか、はいはい、若い人35歳まで、で、資格取るまで資格の費用も面倒見るし、寮も給料も出しますと、でその代わり2年間しっかり働いてください、お給料これくらい保証しますっていう国がやってる制度だったんですよ。介護の人増やしたい応援したいっていう、でもこれだと思って、でその市役所のところその担当の人に行ったらもう超喜ぶんですよ。若い人が来てくれたと、みんなおじいさんおばあさんで正直ちょっとっていう人ばっかりだし、募集しても全然来ないんですって、絶対受かりますって言って、あもう頑張りますって、もう本当にチャンスくださいっつって、向こうも喜んでるし、こっちもテンション上がってるんですよ、はい、書類書いてください、テストはどうでとか、でも受かりますからっつってバーってやって、やっとなんとかなるなんとかなるって言ってて、当日ですよ最終日、はい、面接の、はい、パッてその書類まとめた書類ですよ、はい、パッて渡したら、千葉県民なんですかって言われたんですよ。これ東京都の行政がやってるサービスなんで、東京都民じゃないとダメなんです、ごめんなさいって言われた時に、俺もう言葉出なくてそれ前もって言ってくれたら住民票変更するとかなんとかできたじゃん。まあ俺も悪かったんだけど、それそうだよなっていう話なんだけど、俺からするともう本当に絶望だったの当時。もうないわと思って、働くところも、なんだろう、もう仲間も頼れなかった、俺の弱さもあるんだけど、それこそ社長さんとかに仕事くださいとか言えなかったから、だけど俺の中ではあ終わったと思って、で最後満喫に戻って、そう完全自殺マニュアルっていう本とかも買って、もう自殺の準備に入ってるんですよ僕。もう死ぬなら首吊りとかも全部勉強して、自殺の勉強ばっかりしてたけど、最後一個だけ気になったことがあったんですよ。それが何かって言ったら、あの元犯罪者とか同じ境遇の人間って、要は思考猶予とか、うん、どうやって生き残ってんだろうっていう、うん、そう家族いる人は家族が面倒見てとか想像つくけど、俺みたいなタイプいるなと思ったから、どうしてるんだと思って、それ最後に調べてから、もう明日死のうってなって、で調べたら2チャンネル の, その元犯罪者スレみたいなので、生ポ生ポ生ポって書いてあって、生ポってなんだみたいななって、生活保護っていうの調べ書いてあって、あなんか聞いたことあんなみたいな、うん、でもう命がけでも検索しまくって、なんか共産党のページと か, なんか NPO 法人なんか自殺を止める会とかめちゃめちゃ調べて、で仕組みが分かって、
もう朝全部書類から何から用意して、これでダメだったらもう死ぬわと思って、うん、新宿区役所行ったら助けてもらったんですよ。なるほど。っていうのが生活保護の流れなんですよ。それも4年、3、4年前ですか。それが、すいません、4年半前です、はい、この話はやめましょうっていう流れです。はい、そんな感じでございます。そうだったんですね。なるほど、うん、ネットの情報で助けられたこと俺も何度もある。いや必死だったよ本当に。いやそれはすごい話ですね。いやだから、うん、そう、働けるのになんで受けるんだよとか書くやついるけど、働けねえよみたいな働きてえよって思った働かせてくれよ。でも切羽詰まると無理だよ最終的には。まあみたいな、いやなんかもう命がけでしたね本当に。なるほど、うん、でそれでそのやっぱり共通の知人多いじゃないですか。はいはいはい、はい、僕と、はい、多いですね。そしたらみんな連絡取れないって結構まあ僕の周りも言ってて、はいはい、誰とも取ってなかったです。そうなんです。だから迷惑かかると思ったから2年間ぐらい勝負取れなかったですよね。多分2、3年ですよ、はい、ていうか取れないっていうか、あの誰とも撮ってなかったんですよ。みんながなんかやってるなこいつっていうのをネットで偶然発見するんですよ多分。で周りの社長さんたちとか友達とかがあいつなんかネットでなんかやってるぞって広まったんだと思います。連絡ついたっていうか。でそれでですよ、はい、で、はい、なんか配信してる。そうそうそうでしょそう、それでえっつって配信みたいな。そうそうそう、で見たらあれでほら そこら辺の話知らないんです。すっ飛ばして聞いてるんで、まあ、その頃はまあ若干元気取り戻してたと思うんですよね。だからまあ大丈夫、そうそう大丈夫、しこいよ何年って言ったから会話を途切れさったから。ああなるほど、はい、その元気そうなんであよかったなと思って確かに。で1回だけ電話したじゃないですかその時。いつ頃でしたっけ。多分その3、4年前ですよ。3、4年前ですよね。いやいや元気そうでよかったですって話して電話トークだけして、で結構お互い忙しかったんで、まあなんかね企画あればなんて言いながら、なんかそんな感じでしたよね。ただまあ僕なりにこうやっぱりの給油なんで面白いじゃないですか。うん、結構配信面白くてで見ててみたいな。でもなんかみんな紆余曲折じゃないけどなんか変な人間ばっかりですよね配信会って。見てるだけだとちょっと変わった人多いなと思って、うん、本当に本当に。え、なんか配信者の生で会ったことってあるんですか。ね、愛子さんでしょ。あ、そっかそっか、言ってたもんね。香川さん。あ、香川さん大阪だ。そうそうそう、大阪に行ったの香川さんが。大阪のバーに行きます。はいはいはい、帰り行こうかな。あ、香川近いですからね。うん、そうです、香川県の香川じゃないですか。ああ、香川さんっていう有名な配信者の方が、はい、大阪でお店やってるんですよ。あ、いますか。はい、大阪も近いですよね。全然、まあまあ、新幹線45分ぐらい、うん、あと新雑貨さん多分岡山駅に行った。あ、来てるの。新雑貨さんって有名ですね。僕も聞いたことありますね。新雑貨は有名ですね。なんか愛子さんに今度キャスバーで会おうねって言われて、ああなんか起きそうな予感が。キャスバーチャーハンは出さない方がいい。チャーハンでもう喧嘩になるから。キャル君と愛子さんのチャーハンクソ面白かったかな。やばいですね。愛子、ベセ。タイプ C で、アンドロイド。ありますありますあります。うん、あ、いや運強いですよね本当に。いやだけど。横から聞いてとめっちゃ気になったんですけど。うん、それが奈良いたの何年前なんですか。奈良いたのが5年ぐらい前。え、でそっから、うん、その友達にそのネットカフェ。うん、会いに行くの？じゃあ、ね、それが、当時付き合ってた彼女だったの、助けてくれたのは。ああ、じゃあ出てきた時にもう
迎えに来てくれて、面会にだから来てくれたのもその子だけだった。じゃあ小島さんとはどうやって？そうなの、だから全くその前、その2年ぐらい前の知り合いの、うんうん、そう。だから俺ずっと数年連絡取ってなかった。じゃあどうやって、だから携帯その新しく買ったとしても、もう連絡先強いじゃないですか。だからね、知人の通信、その恩師がいるんだけど、お互いのそれこそあの引き合わせてくれた恩師がいて、その人が、まあ、こういうことやってるよって言って、で連絡先を教えてくれて、久しぶりですっつって、実はこうでこうでって言って電話で、だから先週ぐらいの連絡させてもらった時が本当に7年ぶりです。そのね、2週間ぐらい前に実は新宿に行って行った時に30分だけお会いしたんですよ。そう、だからもう本当にこうやってがっつり会うのは7年ぶりぐらい、初めて会った時。いや、それがね、すっごい話なんだよ。さっき話したんだけど、その社長も社長ですっごい大変だったの、いろいろと、いろんなことが起こって、で俺とその社長の間の共通の知り合いもすっごい地獄見てんので、それを繋いでくれたその孔明さんっていう人も大変死にかけたりしてんのよ。だからもうこの 4,5 人の間でとんでもなく、この30、その今2だけど、俺は30だけど、そのいろんなことがあったの。だからこうやって会えたのって奇跡っすねって話してて、それぞれのドラマがあるの。だから俺は俺でそういう追い込まれて、まあ、自分でやっちゃったことだけど、その夏のもう最低編まで行って、でようやくこうやって普通に生活させてもらえるようになったわけじゃん。で、そのまあ後で聞こうよ。で、その俺と伝えてくれた人、孔明さんっていう古いリスナーさんで、孔明さんって知ってる人手挙げてよ。孔明さんって聞いて分かるっていう人手挙げて。ニコ生時代、孔明さんってね、何回も出演してるし、コメント書いてた人がいるんだけど、俺とこの社長の恩師の社長がいるので、配信にも長女出てたんだけど、すごかった、さっき話聞いたら。孔明さん知らない？みんな。ラグがあんのかな。知らないか。ラグ感じる？タイムラグ感じる？岡山ラグ。地獄見ますよね。いやでも泣けるよ本当に。天丼食わしてくれたリスナーさんだったら覚えてる。それ天丼マンだよ。いや天丼マンにも助けてもらったよ本当に、何回も。まあ、孔明さんっていう人は簡単に言うと、まあ後で多分話出てくると思うけどね、すごいよ。あの交通事故で死にかけて、あの植物状態っていうの、あの植物人間状態3週間経験して、みんなもう死んだわっていうか、植物人間だわってなったのに、今普通にピンピンしてる人。ラガール今日ラガールっぽいよね、なんか、うん。高そうなレストラン食べさせてくれた、レストラン食べさせてくれた人じゃない、そういう人じゃない。いやだからいろんな人に助けられてここまで生きてんだなって本当思うもん。もう人生って面白いよ、何度助けられたか。多分ね今日は泣ける話あるよ。イエガーコークってありますか？イエガー、はい、できますか？あ、じゃあイエガーコークで。花火ありがとうございます、ありがとうございます。いや本当ね、人生って本当面白いよ、いろんなことがあって。お、ベイ、なんだそれ、ベイプ、なんだっけ、え、これなんだっけ、アイコス、アイコス全然違う
そうそう、事実は小説よりきなりっていうのは本当なの。それ小説家さんに聞いたんだけど、お前さって天才的な漫画家とか小説家ってさいるって言うだろうって、あんなのさ考えつくわけねえだろうって、実際の人生の方がえぐいよって言ってた。で、あのマイルドに書かないと無理だから、本当に小説家とかってみんな取材してるんだよって、知り合いの面白い話とかえぐい話をその普通の人が読めるようにマイルドにしてるだけだよって言ってた。どんな天才でもあんな想像ってできないよって、その元になってる話があって、それを変えたりとか歪めたりとか変化させたりしてるだけなんだよ。だから事実の方がえぐいって言ってた。そう、孔明さんの話してる。あ、孔明さんの話。そう、お互い引き合わせてくれた社長さんがいたりとかで、俺もこういうことあったんだねって初めて聞いた人もいたから、だから孔明さんもすごかったっていう話。孔明さん全然喋っても全然怒らないんで。そう、孔明さんが、まあ、ほんと6、7年前7年で繋いでくれたんですよね、7年前に。 そもそも僕、コメさんと出会い話しましたっけ？全く聞いてないですよ。僕、フリーペーパーやってたんですよ。あ、知ってる、知ってる、聞いたことある。それでですよ。それで会ったんだっけ。そう、それでだ、最初。そうで、あ、そうだ、思い出した。で、そうだ、そうだよ。だから多分それが一番最初は、ウェブやってた頃なんですよ。で、フリーペーパーやってて、地元でフリーペーパーの仕事取って、で、設置をさせてもらってたんですよ。でも郵送するのとかもお金かかるから、やだ、バカだから、俺全部家に印刷物届けて、もう自転車で配ってたの。自分で設置やってたの、夜中に。でも雨の日にアホだからスーツ着て、フリーペーパーなのにこうビニールかけて自転車のカゴに入れて、こうフリーペーパー置かせてくださいって美容室とかに夜中こうやって挨拶回りしながら、で、顔出したら営業取れるかもしれないじゃないですかってやってたら、あの、花火ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、あのね、美容室に行ったらちょっと待ってくれって言われたんですよ。ちょっとあの掲載の件の話があるからって言って、ずぶ濡れで、そしたら向かいに営業マン2人いたんですよ。だから営業かぶってるな状態で、向こうはウェブ、こっちはフリーペーパーで、その時ずぶ濡れで、まあなんだこいつじゃないですか、営業マンで何やってんのみたいな感じでタオル貸してくれて、で、君何やってんのって言うから、あ、僕こういうフリーペーパーやってます、なよろしくお願いしますって言ったら、君面白いねっつって、今からコーヒー飲もうって言ってくれた人がいたんですよ、うんうん、でそのままその営業2人とも終わって、美容師さんのそのままカフェに流れて、君さって何やってんの、こんな夜中に雨にずぶ濡れでフリーペーパー配ってんの、電車起こしてんのって言って、はい、え、自宅でやってんのって言われたんですよ、はい、で、そうです、電話回線とか会社名義持ってないの、はい、じゃあ明日この住所に来てって名刺渡されたんですよ、うんうんうん、で、そしたら会社の住所なんですよ、うんうん、孔明さんの、それ孔明さんだったんですけど、うんうんうん、で、次の日にここにある電話と事務所とファックスとパソコンと全部君のものだから使いなさいって言われたの。うん、言いそう、そう、いいそう、いいそう、で、うん、そしたら僕ごめんなさいって言って、24時間ここに泊まっていいですかって僕寝袋バッグから出したんですよ。聞いたかもしれない。そう、そしたら大笑いしたの、うん、要は孔明さんはチャンス与えるの好きだから、そういうことやってるじゃないですか、うん、若い子やるでしょ、ガッツある子好きだから、うん、だけど孔明さんの予想を上回ったらしくて、うん、俺は住所渡して来ていいよってなんか商談じゃん、普通ってじゃなくて、俺もう決めてたの、腹くくって、いや事務所貸してっていうの、だから向こうの想像を上回ったらしくて、がっつきすぎてて、あ、いい、全部あげる全部あげるってやって、僕そこで寝泊まりし始めたのが出会いだ。そう、納得。そう、じゃあこれをジョッキで、ジョッキで、ジョッキでプレーンジョッキで、はい、で、で、いろんな人を俺の人脈全部あげるから、君のなんかそのガッツ気に入ったっつって、君買うからそのもう好き勝手やれっつって、俺の人脈知りたい人、業者、リスト全部あげるって言って、それ多分出会った、いろんな人を出会わせてもらって、なるほど、それが俺の孔明さんと出会う。そうで、それで逆に孔明さんとちょっとまあ知り合って、はい、共通の知人で農家やってる人がいて、はい、で、でちょうどまた僕も、まあ、僕というかその、まあ、僕の、まあ、パートナーが、はい、パートナーというか、まあまあ、今日もぶっちゃけなんで、はい、まあ、元、ね、奥さんがいまして、はいはいはい、で印刷会社やってたので、はい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 、で
フリーペーパーやろうかと、はいはいはい、いう話になってて思い出した。例えば自分はもうガチガチのガテン系だったし、 そうだそんなの分かんないけど、でたまたまその孔明さんに、はい、ちょっとフリーペーパーやりたいって言っててって話をしたら、ああちょうどフリーペーパーの革命児がいますよいそう、そうで革命のいそうで紹介するわっつって、はい、でわざわざ一致払ったあのそう千葉に行ってお会いしたのが初めてだ、うんうん、で結局なんだかんだ何でもなかったんですよね。お互い挨拶はしてなんかやりたいですねってなったけど縁がなかったんですよ。でもあれプレビューパー出したんですよ。出したんですか。出したんですよ。2回ぐらい、はいはい、ただうまくいかなかったでしょ。はっきり言ってうまくいかなかったやっぱりね。そう俺もうまくいかなかったフリーペーパーダメだよ ね、 あのね、若いっすよね。あの時コストかけてなんとかなると思ってますもんね。そうあのそうなんですよ。エンジル取れたりとか紙面は作れても、うん、巻くっていう作業が想像以上にきつい。きついそうそ う、 そ う、 そう俺は営業取るのも苦労してたしあれだったんだけど、すっごい人脈あったからめちゃめちゃ取ってきてたんだよ。そう思い出した。だから結構取れたんですよ。そう仕事取れたんですけど、うん、巻いたりとかですね。千葉スタイルの前なのそれ。そであの結果出ないとお仕事いただけたお客様が、うん結果出ないと。そうそうそう。あの心痛いです。それに耐えられなかった。要はね、紙媒体いくら配ってもあの求人なんてキアしないんですよね、ウェブの時代で。ごめんね、超退屈だよね。申し訳ない。ごめんね、昔話です。そう、昔話です。そう。で、俺はウェブに移行すんの。もう紙がコストかかるから、ウェブでやるっつって、それをやったのが、要はポータルサイトっつって、もう紙じゃなくてインターネット上だったらコストかかんないの。印刷ってさ、フリーペーパー、ホットペッパービューティーみたいなのを例えば3万部作るとしたらいくらぐらいだろう。60万とか80万かかりますよね。当時かかりましたね。かかりました、ね、当時やっぱりウェブっつったら50から100ぐらいです、ね、あ、違います。紙媒体で作るの。紙だったら80から120かかりませんでした。3万部ぐらいするんだったかかった、かかった、かかった。それをウェブだったらそのまあぶっちゃけな話システム開発とか考えても安かったのよ当時。だからウェブに移行するって言って、それに俺のアイデアは動画をくっつけることだった。誰もやってなかったの。やってなかった。その文字情報と写真掲載だけだった。ホットペッパーとかだからそれに動画つけたら売れると思った、うん、7年前だから動画やってたんですよ、YouTube、そうですね、はい、やってましたね。だから今こんな時代動画で広告取れると思いませんでした。動画だけで食えるんですよYouTuber。 YouTube がこんなに伸びるとか、はい、まあ本当思ってなかったですね。すごいっすよね。で俺はその後その会社をもう畳んで、俺はネットワークビジネスの方に行くの。だから小島さんとは全然合わなくて。小島さん逆にどんな感じだったんですか。僕もずっとガテン系やってて、はい、職人さんやってて、そうそう。でもちょっといろいろあってそのうまくいかなくて、はい、で孔明さんがまた出てきて、ほうでなかなかうまくいかないですよ。そしたらじゃあもう本当に札束何百万か出して、はい、まあ、これで不動産屋やれと。へえ、出資してくれたんですか。孔明さんが全部いくらぐらいですもん。ぶっちゃけぶっちゃけ300万か400万ぐらいもらってで戻ったんですよ。返せる気がしないんですって。当時の20代の僕らでポンって2、300とか貸してくれる人って本当にありがたいですよね。いなかったですね、うん。いても数人じゃないですか。一人二人とかじゃないですか。まあその孔明さん以外はいなかったですね。本当によくあの人若い人に2、300と出すのよ。その買ってる人には。でそれで不動産会社作って、はい、でもしもしちょっと収益が上がるかなってところに、はい、まああの、まあ、あれやれこれやれっつって、はい、まあ今に至るというか。へえ。そうそうそう。だから、まあ、僕はだからはい、まあ、孔明さんとはもう7年間ずっとずっとじゃあやってたんですね。やってきたので、うん、まあ今でもですけど。めちゃくちゃかっこいいよね。いやだからいるんだよ俺らはさ。よくさ雑談とかで不可思議不可思議って言われるんだけど、助けてくれる人とかエンジェルっているんだよって言っても信じてもらえないんだよ。放送でいくらやってもなんでかっていうとそいつらがそういう生き方してるから。でもね いますよね。なんか助けてくれるとどっかで、やっぱり100人に1人ぐらいいますね、うん、いや1000人に1人100人に1人、うん、本当に少ないけどいるのはいるんだよ。なんでかっていうとそういう成功してる人ってあの昔むちゃくちゃなことやってるから。そういう、うん、
ラグジュアリーな空間って言われてラグジュアリーな空間ですよ。はい、あもうガテン系もバチバチの、もう本当この溶接したりとか、もうねインパクトでやったりとか、はい、もうグラインダーで切ったりとか。すごいですよね。でも数年会わないだけで大成功だよ。従業員どれくらいいるんですか。まあ、希望的にどんな感じなんですか。今言える範囲、まあ50から100くらい。おすげえな、やっと生主で食えるようになったって恥ずかしい。すごいよな。でもちゃっかりそのコメント見てるんですかね。こういうの、いや最近見てないです。あ、本当ですか。飽きたって言ってました。俺がいる場所じゃないって言ってました。一時かっこいいですね、うん、バカが多くて疲れるって言ってました。うん、すごいですよね。すごい、うん、いやだからまさかこんな形で応援できると思ってなかったらちょっと感動してるんだよね。変な時間に起きちゃった。今暑いよ、うん、人生何があるかわからん。ヨッピーさんは OL さんなんですか。うん、夜で夜に羽ばたく蝶です、ね、そうですね、まあ、道理でバタフリーです。色っぽい。飲み屋街あるんですかこの辺。中央町ですね。おお。中央町柳町。ちょっと離れるか。あ、それで、その岡山ではい、はい、あの多分おそらくこれ放送していいのかどうかあれなんですけど、はい、おそらく一番流行ってるのが、はい、六本木って店なんですか。ちょっと面白い。多分一番ですよね。え、六本木って店が流行ってるの。そう、六本木。岡山の六本木。岡山の六本木。え、店の名前が六本木なの。すげえな、なんか面白いですね。いや、僕も数回行ったことあるんですけど、はい、もうめちゃくちゃラグジュアリーなんですよ。なんですか、ラグジュアリーって。滝とか流れてるんですよ、店内に。ちょっとね、ここは渋谷か、あ、じゃなくて、銀座かみたいな。銀座かみたいな。それもう超かっこいいの。私、前本店におったことがあって、はい、その時も滝が。え、滝ってなんですか、意味がわかんないですよ。キャバクラでもすごいですよ、多分狭きもんなんで。あ、じゃあもう、岡山の六本木で働いたってことはもう。水島の本店だから。水島って言ったら多分相当、相当な、はい、ヨッピーはもう、ヨッピーももう夜の女王だ。おえ、水島って岡山の中にあるんですか。倉敷。あ、倉敷。出た、倉敷。ここでその機会があればね、ね、とっつりたいですね。六本木に多分確実に多分閉められますけどね。そうですね。窓つーって言って、ね、おい、よいよりめっでもあの、まあ、その夜のお店もそうなんですけど、はいはい、お昼の飲食店とかでも、うん、岡山の本当にサービスの高さはすごいですよ。はい、ラーメン屋さんも接客良くなかった。良かったですよ、良かったです。あんまり何も思わなかった。普通だと思ってた。ほんまね、ハイスタンダードなんですよ。だってあれですよ、僕この前ガストっていうファミリーレストランしてます。この前そこであの打ち合わせしてたんですよ、番組の、あのこう情報交換とか。そしたら、まあ、なんか食べますみたいな、ガストですよ。あ、じゃあドリンクバー2つと、うん、そうだなっつって、あ、じゃあこのパンケーキくださいっつったら、クリームありって言われたんです。ありって言いました。ありねって言われましたから。それが東京の接客ですか。日本人でした。もちろん韓国の方でしたね。あ、なるほど。すごいいいおばさんでした。日本語はちょっとトゲがあるだけで、あり、クリームありって言われました。名古屋の鳥貴族に行ったんですよ。はい、はいはい。で、焼き鳥が多分3種類ぐらい味があるんですよね。ほうほう。で、まあ、多分タイなのか、はい、まあ、多分まあ、アジアの方だったんですね。はいはいはい。あの店員さんがいらっしゃいませんみたいな、はい、ありがたいなと思います。どうも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 、はい、
焼き鳥頼んだんですよ、はい、で味が味あります3つ、うん、タレ塩辛口いい辛口って何かみたいな見たんですよ見たらスパイシーって書いてありましたいいっすねなんだろうねそう、うん、新しい台風なものが入ってきてるタレ塩スパイシー味3つあります3つあるタレ塩辛口辛口ですよね辛口にしましたそうですよね、はい、やっぱり、はい、社長は攻めるんでお酒ちょっと入ってきたので、はい、おじさんトークおじさんトークいきましょうまあ、結構ボケたい人じゃないですか。そうですね。そうじゃないですかボケたがりですね、はい。スーパードライカーってちょっと突っ込みたくなったんですけど、まあ、通じないなと思って引っ込めました。はい、なるほど。でスパイシーって確認した後に、はい、あじゃあ辛口で。今日休みなの？大丈夫なの？今日休みです。あよかった。いや、取り木の辛口食べてください。めちゃくちゃうまいですよ。あそうなんですか。めちゃくちゃうまいですよ。岡山は取り木あるんですかねあったかもしれない、そういえば、うん、280円なんですよ、オール、ビールとかもヴィトン好きなんだね、全体的にいや、たまたまデザインがあそうデザインで見るからあ、そう、大倉くんってあの、はい、関ジャニエイト、はい、の大倉くんのお父さんが取り木の社長へぇだから、御曹司知らなかったかっこいいしねずるいっすねずるい、うん、岡山多分ないっぽいで鳥貴族、はい、なんかでも関西独特のスーパーとかカメラですかあと家電ヨドバシカメラみたいなのがあるじゃないですかじゃ、じゅ、なんだっけなんかすげえ新鮮な感じがしたちょいちょい違いますよね。あの、うん、関東だとカインズホームとか多くないですか。はい、多いですね。こっちだとカーマなんですよね。カーマ。カーマ。DCM カーマ。かっこいいですね、なんか。うん、ドルチェ&ガッパーナみたいな。ね、イタリアみたいな。DC、なんですか DCM カーマ。DCM カーマ。ホームセンターですかホームセンターですね。そう、カーマ。向こうだとやっぱあのカインズとかじゃん僕はやっぱ成田なんで、はい、あのリバホームあジョイフルホンダジョイフルホンダジョイフルホンダ他も多分ないっすよね多分ジョイフルジョイフルホンダ意外とないっすよあれ数店舗しかないっすよ僕職人の頃ジョイフルホンダ行きまくってましたよ、ねはいうん、あそこ天国ですよね天国ですね、はい、大好きで工具とか、はいはいはい、最高なんですよねなんですかね工具楽しいっすよね工具楽しいっすね無駄に巻きたで揃えたからわかるあ、関東の DCM はホーマックらしいですホーマックずっと岡山生まれも育ちもそうです倉敷じゃ出身なんですかいや、あの逆です東の方、あの柿おことかのところおーほ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 ー柿おこ知ってますわかんないですよあのお好み焼き柿え柿によおいしいめちゃくちゃうまいですよ、最高えお好み焼きの中身が柿お好み焼きあ、絶対うまいかもソースですかソースと岩塩とかも岩塩塩で食うあ、やっぱしょっぱめなんですね塩分強めなんですね、やっぱやっぱ濃い口ですね、うん、あ、でもうまそうでお好み焼き屋さんとかないじゃないですか、もかんま、はい、めちゃくちゃありますへぇ、あ、やっぱでも大阪近いから大阪、ていうかもともと関西の岡山ほんとうどんも多いしえ、うどんもあるんですかあ、そうかい、めちゃくちゃ四国もあるしおぉ、そう考えると結構グルメな町さんグルメです、うん、食べ物ほんと美味しいですね、うん、知らなかったなですうマジでマジでマジでこっそり言いますありがとうちょっとせっかくのちょっとせっかくのせっかくのちょっとお疲れ様です顔出ししないですもんねえまあいいですよ
え、嘘、せっかくなんで、せっかくなんで、もうもうもう、磯六さん、イメージと全然違うんだけど、磯六さん、磯六さんだったんだ。いいですか。え、いいんすか、顔出し。いいです、いいです。超オシャレじゃない、なんか。こんにちは。僕、なんか、結構理屈で攻めるタイプじゃないですか、論理派じゃないですか。だけど、磯六さん結構感じが良かったんですよ、やった感じから。いや、ありがとうございます、今日、本当にどうしようかなと思いながらも。え、顔出し初めてじゃないですか。顔出しは初めてではない。あ、ないですか。あんましないですか。しないですよね。超レアですよ、超レア。乾杯しましょう、磯六さん。ケビー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 。磯六さん、わかる。あ、どうもどうも。何の件で突出したんでしたっけ、もともと。この一番あの、この前のって僕すぐ忘れちゃうんですよ。この前のは、ソロクさん、ユカチーみたいな。そうだ、ユカチーの件が不正の件で、カノマナかなんか来た。そうだそうだ、それでば、なんかそれ言ってることおかしいだろ、腹立つなと思って。え、ソロクさんってメインってその腹立つ生主とかをその論破してやりたいっていうタイプなんですか。いや、そんなあれはたまたまムカついたから。結構情熱的ですよね。もう行くとき行きますよね。行きます行きます。論理でバシバシ攻めるから。ユカチーの件だ。イソロクワドツってそれめちゃくちゃだよ、もう。でもイソロクさん会いたかったから結構熱いかもしんない。なんかね、イケてる感じで。たまたまあの彼女が東京なんですけど、はい、こっち来る人かぶっとって。すごい。どうしようかな思いながら。彼女なんですか。そうそうそう。怖い。これ通ったんですよ、あのちょっと携帯の充電器取りに。めちゃくちゃいいの見まして。うん。東京の方なんですね。へえ。すいません、なんかデートなのに。いや、大丈夫大丈夫。飲みに行こうって話もしてる。普通のお客さんだと思って。僕も、いや、でも、僕ちょっとでも多分、そうなんかなみたいな。あ、ありました。やっぱ、マオラというか。おお。うん。普通のお客さん。あ、こんばんは。この辺近いですか。もうホームですか。遠いです。あ、遠いですか。クラシックじゃないです。あ、どっちか言うとあの、あ、広島が寄りの方です。あ、実は広島寄り。広島も近いですけどね。倉敷と岡山が2個の2大都市みたいな感じだったんですか、イメージ。だんだんイメージ、僕そんなイメージですね、やっぱ岡山の。そうですね、北の方はなんか岡山じゃないみたいな。津山とかね。そうですね。じゃあその2つがでかい町と栄えてる。うん、なるほど、ような。なるほどなるほど。ワドフさん、スキーとかするんですか、スノーボーとか。いや、僕やスキー2回しかやったことないです。あ、ほんですか。新見はスキー場とかありますよね。新見ありましたっけ。新見とか高橋、あっちの方ですよね。行くんだと大山まで行くんですか。岡山広いんで、とにかく土地。磯六さんって56なの。違う、もう30。全然違えじゃねえかよ。ネットの情報当てになんねえよ。みんな名前が56だから。そうそう、磯六っていう名前なの。なわけねえだろ。お前らのボケは分かりづらいんだっつーの。こういうのが広まってもう本当みたいにされるから言っとかないとダメですよ。いや、まあ、別に何歳言われてもいいんですけど、ね、あ、いいんだ。あんまり気にしないんですよ。結構温厚ですよね。あ、温厚ですよ。磯六さん、最近メインの話題何なんですか。メインの話題なんかいない。あいつ許せねえみたいな。ないっすよ。あいつ許せねえわみたいな。多分1日2日寝たら忘れるんだ。あ、結構でも徹底的に1日ぶん回しますよね。あの、もうムカついた時徹底的にぶん回してもういいやってなる。俺最後磯六さんがあのトツ切る時に、あの、おめえのアンチでゆかち許さねえわって出てった時、クソ笑ったんですよね。もう配信長いですか。長いですね。元はニコ生ですか。ニコ生です、ニコ生です。あれっていうか、俺ニコ生時代の俺磯六さんと絡みあったような気がするんだよ。あります、あります。 ありますよね。柏木ロハコの件で。そうだ。俺初対面じゃねえわ、ゆかちんの件で。そうです。え、その時どんな感じの会話しましたっけ。その時僕はあのコメント打ってるだけだと思います。ああ、そうだそうだ。
今思い出しました。そうですね、その頃。はいはいはい。まさかふわっとして出会うとは思わなかったですね。そうですね。そうそう、嬉しいよね。僕は岡山なんで。50にしては若いんだけど、しつけんだよ、だから。もうそのさ、あの、拾いづらいし。確かにそれ、それ拾いづらいですわね。拾いづらいし、広がらないし。突っ込まれたくてしょうがないですよ。言わないと、なんか着地点ないし。いや、初めバーとかやってて、はい、もし知ってる人だったらどうしようと思って。はい。ああ、店員さんが。なるほど、様子見て。店の人とか知ってたらちょっと。気まずいんですよ、ね。気まずいんだよ。仕事ですもんね。スロクさん切れるとやばいからな。そんなことないですよ、温厚です。じゃあ、リズメで来るから。なんだっけ、俺、ユカチーの、あの、すっぴんの画像のツイッター、クソ笑ったんですけど。どっから引っ張ってたんですか？あれもなんか、リスナーが、なんか、ファクでどっかに乗ってたらしい。なんか、その、喧嘩突のリズメのタイプの人って、僕、頭はいい人はいっぱいいると思ってるんですよ。はい、でも、持論曲げないっていうか、言い出したら聞かないタイプの人が多いと思ったんですけど、多いですね。磯六さんって、あの、頭が切れて論理的なのに別に納得できたら、あ、そうなんだって普通に認めるタイプの人だったじゃないですか。だからそこですごい好感持ったんですよね。あれってこの人なんかガヤガヤ騒ぐタイプの喧嘩突の人じゃないんだと思って。あんまり騒がないです。山本磯六さんだよ。どうも山本磯六です。そう、すごい。というか召し上がりになります。ああ。ピーチでカクテル。パジネブルとかでいいですか？パジネブル大丈夫か？はい。店長、さすが。嬉しいな。配信もうトータル何年ぐらいなんですか？全部含めて。いや、僕大体でも5年ぐらいですよ、ね。あ、じゃあ変わんない。5年ぐらい。あ、じゃあ先輩、先輩です。先輩です。多分。ですよね。そうですね。なんかよ出てきたなって感じですもんね。なんか騒がしいのが。いやいや、そんなことないですよ。でも実はもうぶっちゃけると初期の頃ワードさん嫌いだったんですよ。でしょ。だって初期のファーストコンタクトで俺のこと好きっていう人いないっすもん、うん。いやでもふわっちになって丸くなりますよね。だいぶ。本当は僕政治語ったり宗教語ったりとか、うん、アニメ語ったりとかああいうのあるじゃないですか、はい、あれをやりたくて最初の2ヶ月ぐらいあれをやってたんですよ。3ヶ月ぐらいで半年ぐらいやって、まあ、伸びないじゃないですか。あんなのそうですね。でリスナーと徹底的に話したんですよ、うん、どうするって言って俺人増やしてえわって言ったら、じゃあ心を鬼にしてもうあの悪魔になろうって言って僕悪魔と契約してそのしっちゃかめっちゃか引っかき回して売名するって決めて、でも減ったんですよ。やっぱそれやってて、うん、嫌われるし有名にはなっても。だからスワッチ行った時にいいタイミングだからと思ってもうそういうのやめるわって言ったんですよ。それがいいっすよ。そうですよね。だから僕あの売り出し方は間違えたのかなって今でもありますね、うん、諸葛孔明さんアイテムありがとう。飲み屋してて、俺がしてるわけ、あーあと元々やってましたね、僕、はい、うん、懐かしいなぁ、ニコ生時代は。でももうニコ生ダメっすね。ニコ生もう、配信者の数がダメっすか。お花火ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、はい、いいっか。どうぞ。磯六さんメインの主戦場は雑談で、はい、テーマは何なんですか？いや僕ね多分ね今ねどっちかというとメインがタロット占いになってる。言ってたなそういう。あっちの方が全然そんな印象で全然来ます。え、人来る？タロット。え、タロット好きなんですか？タロットはあの昔、はい、あのオカルト系の放送やってたんですけど。千葉さん系じゃなくて本当怪談とか心霊とか。そうですね。ああ、海老蔵さん系みたいな。そう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 。の、あの語りバージョンみたいな。
語りバージョンとかとつまちしたりとかニコ生でやってたんですけど、はい、その時に、はい、あとまあ高齢術とかやってみたりとかやってたんですけど、ありがとうございます。高齢術お願いします。何ですか、はい、それは大川隆法的な一人かくれんぼとか地形やってて、はい、でその一環でタロット占いで本当に当たるのか試そうって言ってタロットカード買いに行って、はい、でやったらなんでか当たるって言われて、へー、配信でタロットをバンバンやるんですか。そうですね、最近あんなんかめんどくさいからあんまやりたくないんですけどでもそれが一番盛り上がるんですよ。 ありがとうございます、頼むやるよ。いや、受けるコンテンツだからやってるけど本人はそれは楽しくないっていう、いや、そういうのあるのよ、配信者って。あの、人が集まったりとか受けがいいから続けなくちゃいけないんじゃないかっていう使命感でやってつまんねえなってだから言っちゃなんだけど数軍曹のスロット配信だよね多分ね、そろそろ本人スロット飽きてると思うよ、パチンコ本当は雑談で攻めたいんだと思うよ。いや、基本飽き性なんで、なんか思いついたらやりたくなるんですけど、うん、もう飽きたらもうダメですね。おお、でもタロットとか好きな女性結構多いから、多いです、多いですよね。当たるんですか、もう評判いいんですか。当たるとは言われるんですけど、はい、それで一回そのタロットが原因でミュウツーと揉めたんですよ。ミュウツー、あいつムカつきますよね、まあ、うちのノリコをボッコボコにしましたからボッコボコにされたんじゃないですか。え、ノリコがボコボコにしたんですよ。ですよね。88発殴ったんですよ。で、腕の拳折れたんですよ、ノリコ。殴りすぎて。ありがとうございます。ラズさん、ありがとうございます。花火。ありがとうございます。でも、あ、ね、お二人いるとやっぱすごいですね。絵になるっすね。いやいやいや。絵になるな。いや、もう普段顔出しされない方なんですよ。そう、しないんですよ。だから、顔知らなかったんで、はい、もう交流はあったんですよ。あ、マジか。え、豪華コラボでなんかすごい、いや、もうなんか、ちょっと僕がファンとしては嬉しいですね。お、いっちゃんいらっしゃい。タロットってどんなことをやるんですか。どんなことを占うんですか。タロット、仕事とか恋愛とか。なるほど、なるほど。ごめんなさい、いるんです。あ、こっち大丈夫ですよ。ここ、あ、映ってないんです。あ、そうじゃない。金運とか、はい、まあ、変わって言えばギャンブル運とか、本当ギャンブル運占っちゃいけないっていう話なんですよ。え、なんですか。なんかそういうの決まってるらしいんですよ。なんかそのアマゾンの了解みたいな、そのタロット界のアマゾンの了解みたいな。そうそうそう。あ、ヒロも強いじゃん。え、ただ変えました。ヒロ変えました。なんとか知ったことかってやってるんですけど。すごいな、もう素人なんで。へぇ、楽しかったですね。結婚もダメなんですか。ダメなんですか。でも健康運がダメな理由分かりました。近しい人占った時に悪い結果出た時に面白かったんだ。伝えづらい。づらい。そうですよね。もう本当伝えづらかった。だからお医者さんのがん宣告するようなことですよね。そうそうそう、要は。いや、あくまで占いだからねって言っても、うん、ね、気分は良くないですもんね、それ言われたら。で、実際それが当たってたら逆に嫌ですよね。あ、そっか、悪いことも告げないといけないのか、タロットだから。そうなんです。話術だったら全然適当にあんた、うん、いいわよって言えるけど、タロットで出た結果はね。そう、いや、もうだからそれをごまかして悪い方に行った方がいいんか、ね、うん、忠告としてこうした方がいいのを行った方がいいんかっていうのはすごい。でもズバッと言うタイプでしょ。言いますね。なんだかんだ出て、絶対ズバッと言うタイプだと思う。申し訳ないけど、悪いよ。悪いわ。もうなんかもう病院行った方、検査した方がいい。なんかいつ倒れるか分からんから、もう仕事の、あ、まあ、そこまでズバッと言うんだ。もう、ま、自分が嫌くても回るようにしといた方がいいとかっていうのをバーンって言ったり。へえ、面白い。え、それって1枚のカードで全部出るんですか。いや、僕は全部7枚ですね。あ、7枚もするんだ。カード自体は何個あるんですか。そのきっと78ですね。あ、そんなにあるんだ。で、出方で変わるんですか。並びですね、並びですね。カードの並び方によって、はい、あの、ここは過去のものが出て、現在のものが出てるとか、現在の環境とか、意味が決まってるんで、その意味でなんか読み解いていく感じです。誰でもできますよ。ありがとうございます。申し訳ございません。ごめんね、なんか全然絡まない。
全然嬉しいですよね、こう来ていただいて。でも見てるだけで全然大丈夫です。なんか変わりましょうか。いや、配信者じゃないですよ。あ、そうなんですか。そう、リスナーさんで、しかも、うん、今日岡山っていうタイトルだからって言って来てくれたのに僕が強引に来てよ来てよって言ったら超いい人で、ヨッピーさん、うん、来てくれて、そうで、あの、相変わらず配信者を放置するっていうこの最低なちょっと橋休みです。あ、どうもどうも。はい、ちょっとどっちにしろ、そろそろ戻らないと怒られる。あ、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、また。またぜひ。ありがとうございます。わ、超なんか暑いな。いっちゃんいらっしゃい。ほんま、ありがとうございます。ありがとうございます。イソロクさん、占い系なんだ。俺、イソロクさんの雑談なんか。なんかこう尖った感じとか怒ってる感じすげえ好きなんだけど。まあね、孫子っていうか朝原のあのキャラクター変えた方がいいよね。それ前から言われてたよね。でもあのキャラクター確かに捨てづらいっていうのあるから、本当はね、あのビーンズ仮面の頃知ってるから、孫子昔のね雑談力知ってるから、あいつ全然俺より喋れるんだよね。もったいないよね。キャラにとらわれすぎなんだよ、孫子は。うん、すみません、ちょっとなんか、はい、いやいやいや、この二人のアトラスなんかね、すごく恐縮なんですけど。いや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 、でもなんか嬉しいですね、ちょっとプライベートで彼女さんとっていう感じだったのに、ね、なんか嬉しいですね、なんか、くっそい、なんか、あ、チューした、くっそー、ラブラブですよ、ラブラブですよ。雑談、シャパシャッとって雑談たときやべよかった。なんかあったとき、なんかあったときよかったね。彼女かわいいじゃねえか、この野郎。いいなぁ、なんか。今日ラフってんのかな、うん、何の話してましたっけ。何の話してましたっけ。なんかでもまったりしてていいっすね。ていうかいいっすね。へそいいですよ、へそ。へそ広い。なんかあれなんですか、クラブみたいな感じにはできないですか。なんかイベント、音楽、どんちゃん騒ぎ系のパリピ、ね、はい、僕結構好きじゃないですか。ああ、好きなんですか。そう、EDM とか好きなので、はい、ありがとうございます。アイテムありがとうございます。はい、お隣が住宅なんですよ。そりゃ無理ですね。迷惑になったらなという。そうですよね。はい、何やっとんじゃんってなりますもんね。またね、お子さんが小さいんですよ。まあ、それはダメですね。やっぱ地域に愛されるお店じゃないとダメですからね。事業家は。うん、で本当ご近所の方で持ってるお店なので、ご近所さん大切にしたいな。オーナーがね、オーナーつうか社長さんか、社長さんがそのワンピースが大好きで、でワンピースの空島線編にへそっていうのが出るんだって。なんか語尾にへそってつけるんだって。 あれか、あのニコルだっけ、なんだっけ、エネル、エネルじゃない、女の子がへそっていう、女の子なんだっけ、女の子の名前やばい、なんだっけ、女の子いう最初、一番最初に出てくる可愛いさ、こうポロポロポロンってやるへそ、そうそうそう、なんだっけ、あの子が言うへそですよ、ね、そうそう、へそって言うんですよね、うん、へそじゃないですか、やっぱりへそですね、へそへそ。エビ飯有名でみんな食べた方がいいって言ってた。だからワンピースにちなんでるへそ、うん、なんだっけ名前、それだ、コニス、コニスだ、コニスだ、うん、コニスちゃんのね、そのフィギュアが欲しかったんですよ、正直。ただね、はい、なかなかないネットでいいのをもうバンバン落としていくしかないですね、うん、でもね結構集めましたよ、結構集まってますね。いや足りないですよ、足りないですよ。150体もあんの。あれもう、あれ上も全部そうです。え、150あります。あります、もう あっちも全部そうですから。ああ、あるか、150はありますね。
1500目指しましょう。そうだから、え、結構ね、やっぱりなかなか予算が、いや、そこはやっぱり社長の稼いだ分はこの店に全部フィギュアに変えるっていう遊び心が、そう、150がやっぱり徐々に徐々に集めて、もう5000体ぐらい行きましょう。5000体ぐらいここに行ったら全フィギュアが見れるみたいな。あ、ちょっとおすすめの1体持ってきて。あ、もうぜひぜひ。150でも結構集めたな。ワンピースのフィギュア150って元校長も自分のことばっかり。あ、そうなんだ。まあそんなもんよ、いっちゃん。ヨッピーはどんな男性がお好きなんですか？芸能人って言ったら小池ですね。めちゃめちゃクリーミー系男子出てきたの。おお、すごい。あ、結構重たいんだ。乙姫。白星姫ですね。白、全然違ったわ。白星だ。結構ね、このサイズなかなかなくて。これすごいですね。めちゃめちゃ重たいですね。てか、最近のフィギュア作りいいな。そうなんですよ。フィギュアも僕大好きなんで。すごい。いいですね。白星。僕の部屋もすごいですよ。フィギュアだらけ。その部屋店に飾りましょうよ。いや、でも艦隊コレクションとかが多いんや。艦隊コレクションの部屋。オタクな感じの。秋葉寄りです。それはやめましょう。ワンピースにしましょう。小池徹平か。そっか。何を言うかとか。ああ、もう、もう優しそうな。はいはいはい。で、配信者は SY が好きなの。面白い。ねえ、小池徹平のフェイスに SY の面白さがあったらもうパーフェクトなんだけどね。それはなかなかないよね。キャスターが何回も言ってるからすごいなと思って。え、でも出禁になってもめっちゃでき禁ですけど、結構しつこく言ってるって。すごいよね。山津さん、キレてるよね。ねえ。すごい。すごいよな。あいこさん最近体験全然しない。なんか なんかね、仕事してるっぽい。うん、なんか働いてるから忙しいみたいな。配信会に小池徹平ポジションいないからな。いないよね。近い人誰かなって探したけど一人もかすってねえっていう。こうや。ちょっとごめんね。そうだよね。配信はもう見るのは長いんですか？もうツイキャスとかも見たから。おお。ニコ生はそうでもない。このままは YouTube で見たくない。ああ、じゃあもうキャスからだ。なんかノブって人がすごかった。ノブ？ニコ生の？え、ニコ生のノブって懐かしいんだけど、ね、何やって炎上したんだっけ？スタバにバッチコラがたでしょ？サイコロと。サイコロが俺とよく絡んでて、俺実はリスナーを初めてやったのノブだったの。ドカソの頃の。懐かしいね、ノブで。すごい、思って。あ、じゃあ、キチガイ系が好きなんだ。あ、でも結構その、攻める感じ。キチガイさん、あのストーキングも好きだった。でしょ、昔のでしょ。俺も思った、絶対。防寒ミスとか一緒に言って。寒いから。電車止めて。あれ、面白かったよね。あ、分かった分かった。俺ね、ヨッピーのツボ分かった。要はね、迷惑配信の結構尖ったやつが好きなんだ。だバスクリーン投げたとかも好きなんだよ、多分。すごいっすね、バスクリーン投げた時期あるんですか？皇居のお堀あるじゃないですか、はい、天皇陛下の、はいはいはい、あそこにバスクリーン投げたバカがいるんですよ。すごいっすね、はい、まあ逮捕ですよ、はい、あと何ある？そういう系の事件。バールバールは違うか。それも YouTube で見ました。佐野さんの家です。そう、ピッケル佐野。あ、ウナに突撃した佐野さん。じゃあ鶴の神です。突撃したの。あ、いらっしゃいませ。あら、トシちゃん。あ、お疲れ様です。そう。大丈夫ですか？うん。とかありますよね。
ツイキャス、ツイキャス見ないから分かんない。私も最近もあんまりワッチばっかり、ワッチばっかり、ワッチね、あの粒揃ってるから見やすいよね、いろんなザッピングするなら。あ、じゃあいいですか、うん、どうですか、その試合に向けての。わあ、コウメイさんから電話があって、はい、その和道さんに、はい、あのちょっと試合で空手をやってくれっていう要請が出てました。無理っす。あれと空手好きじゃないですか。空手、もともと空手なんですけど、無理っす無理っす、あのルールが違いすぎます。ボクシングなんですか。ボクシングルールなんですけど、あの空手の突きできないですよ、遅すぎます。おお無理です。楽しみってか、あの本当に見に行きたいですけど、あのもうチケット5分でソールドアウト、300席すごい。そうですよね。ちょっと30万人で動画で楽しませていただき、動画で応援してください。もうワトワトって書いてください。6月っすね。でも結局3万人ってすごいですよね、ネットとはいえ。すごい、3万人すごいですね。で、あのリアルタイムでピーク3万人見たんですけど、トータル30万再生、はい、2時間で。すごっ。集中してたのか、もうふつふつ切れてたから、私後で YouTube で見て、うん、みんな諦めちゃうよね。もうなんだこれってなっちゃう。あ、回線混んで、もう全然ダメなの、ね。僕の試合だからほとんど全部映ってないですよ。ヨッピーさん詳しいですね。うん、プロリス。格闘楽しいですよね。楽しい。あれもいい企画ですよね、はい、なんか憎たらしい配信者同士ぶん殴らせるアンチも嬉しい、囲いが勝ったら嬉しい。あれよく考えたよな、リングの上で殴らせようっていう、ああいうなんかテレビっぽいっていうか、そういう企画がどんどん増やそうっていいですよね。俺だってあのリアルエスポーアルゴやってほしいですもん。あ、カイジ、カイジだから始まりますよ、カイジ。あの配信者の、配信者のではないですけど、リアル会議、配信者みんなやってますよ、参加してますよ。1億円もらえるって知りません。知らない。テレビ番組で、はい、アベマ TV だっけ、あれ、うん、アベマ TV っていうそのサイバーエージェント、サイバーエージェントのやつあるんです、テレビ朝日と、はい、あれで優勝者1億円もらえるんですよ。やばっ、はい、で今絶対見ようよ。ガンガン盛り上がってますよ。予選始まって、やば、見よう。で、お題が来るんですよ、なんか何百人いるところに、ふ、はい、ーってパイプカットって出るんですよ、はい、で、今からパイプカットできる人っつって、はい、やばっ。で、そしたら予選通過みたいな。本当にパイプカット出るんですよ。リアルそうじゃないですか、はい、で、上からヘリコプターバーってボールが落ちてきて、わーってみんなで取るんですよ、はい、で、やったーってやったらパッってテロップ出て、ボール掴んだやつ帰れって言うんですよ。すごいっすね。いや、怪獣っすよね。いや、それは面白いですよね、なかなか。もう次世代のエンタメですね、うん、だから、なんか仕掛けてますよね、ネットテレビが。で、僕だって和道さんがボートレースとか見たいですよ、はい、見たいですよね。何ボートレース、なんかこの競艇とかでやってるのみたいな。わーってそうそうそう。あ、なんかボートレースやってみようかな。そう、いや、俺集めて、はい、あのリスナーさんから、はい、かけるぜ、行くぜ。いやいや、そんな叩かれますよ、めちゃめちゃ叩かれますよ。勝ったらいいんですけど、外したらもうボコボコに言われますからね。俺らの金を何に使ってんだよ。あんま半端じゃなく詰められるんだよ。でもなんかパイプカットなんか、なんかやらせだ、やすなのあれ、なんか疑惑出てんの、他の番組なんか出てたっぽくて、普通に。臭いな、エキストラやらせっぽいんだ。知ってるね、情報通。もう見逃しませんよ。へ、あ、そうなんだ。まあそういうやらせがないとテレビは面白くないよな。すぐパイプカットはできない。多分この人は、はい、和田さん、そうとかしてます、映画の。もう分かりますよ、ワンは見ました、ワンは好きでした。俺怖くてね、このようになっちゃって、あ、グロいっすよ。最後まで見れなかったっすよ。そうは、ワン良かったっすよ。あ、映画の撮り方として一つの部屋で物語をずっとやるじゃないですか。あの手法は低予算でかっこいいと思ったんですよ。
ただその後スプラッター系に行ったじゃないですか。もうグロくて見れんみたいな。好きでしょ。いや私はいたぶるのが苦手で。ああでもゾンビとかだったらゾンビとかはいいんだ。ファンタジーなら OK なんだけどグロいのは嫌なんだ。そこまでいたぶる系が。おお。なるほど。痛いのは嫌なんですよ。だって面白いの思わない。なんか USJ のトラウマっていうやつで。何それ。アトラクション。トラウマ。何それ。共用型お化け屋敷っていうか。何それ何それ面白そう。で私2今3、うん、この間まで3までやってて、うん、2と3一昨年と去年でやったけど、ゴキブリとかさ、触らされたりとか。え、本物？生きてる？うわ、うわ、きつ、何それ？さ、普通のだけど、内臓とか触らされたりとか。やばいっすね。ローションまみれ。ローションの消毒してる内臓ってこと？あの、ローションの作り物の死体の内臓とか。おぉ何それ。で、なんか、その2は VR だって。ほう。なんか拘束されてこの状態で。何それ。で VR をつけられて注射されたりとか。VR で拘束され映像見せられるの。正直もう本当指でポンってこうされてる感じで。でも映像を見たらえーと思って。やだな。ゴキブリがそのこの辺を腕の辺歩いてる映像見せられたら、この辺なんかモソモソ。やだ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 。生首切ってるところを見てたら水滴が生ぬるいのとか、うん、好きなの。案外いけるんだ。案外いけるんだ。でも結構面白い。なんかリアルで体感できるものってなかなかないから。いやー俺もうヒュンってなった。タマヒュン。わかります。タマヒュン。ゴキブリとか触れない。タマヒュンちょっと金玉ヒュってなりません。なんかこう、ああタマヒュンって呼んでるんですよ。チンサムじゃなくて。まあ、チンサムじゃないですね。僕はタマヒュン派ですね。あ、ほんまですか。はい、買いますね、タマヒュン。こうね、男の人ってこう怖いとか、そう、なんかそういうの見るとね、金玉キュッて上がるの。ジェットコースターあれば。そうか。もう内臓がね、キュッて上がる感じ。俺はタマヒュンって呼んでるんだけど。みんななんて呼んでんの、それのこと。まだついにボートレーサーになってそれはそれで見たいですけどね。美味しいですね。見たいですね。ちょっとぽいっすよね。ボートレーサー乗ってそうっすよね。モンキーダウン。モンキーダウン。まあまあそのとこです。今誰やってんだろう配信。もう今日のメインイベント 13LDK ですから。いやもうそれね。それね本当ね、うん、あのパワーワードリアル梅津和夫の方ですけど、ね、なんすかリアル梅津和夫って。あのなんかこのありますよね。なんていうんでしょう。作者なんですけど。はい。なんすか。はいはいはい。梅津和夫わかります。詳しいですよね。そう。マクドちゃん。お化け屋敷ですけどいいですか。そんな時間はないです。あの当館が。どんな感じなんですか。で、まあ、まあ、うち来たら、はい、13LDK 見たいです。私だけ見せてもらってめっちゃ見たい。すごいな。計画が出てくるじゃない。いや、それあの某あの岡山県内の場所で。安倍氏は、安倍氏は違うんですか。安倍氏は北斗の剣士郎、剣士郎の方ですよ。そうだね、うん、家配信でもなんかもっと来るって言ってたリスナーさんいたような気がするけど、気が変わりやすいよねリスナーさんってね。もう一人二人いそうな気がしたんだけど。私神戸から来るって言ってた。ああいたいたいた。なんだっけね、いたよねさっきね。せっかく岡山の人と会いたいよ。明日もいるから来て、うん、みんな来てね、岡山リスナーさん、うん、
え、基本ロム線なの？そうでもない。コメント書いたりするの？あんまり書かない。見て楽しむんだ。イスラシのやつは行きなかった。見てるゲームしてほら、トツするときに、うん、書いた初めてでもね、あの8割ぐらいのリスナーさん実は見てるだけで楽しんでるんだよね。全然、そうなんだ。じゃあ、せっかくなんで、うん、あれします。なんですか。黒ひげ危機やりましょう。やりましょうか。やりましょうか。やりましょうか。やりましょう。でサービス家が出すので、ちょっとおー、やりましょう。チャレンジします。やりましょう。黒ひげ黒ひげやり、あ、なにあれ。あの、ファミコンをね、導入したんです。へぇ、あの、ミニですか。なんかね、ミニですらないって。なんだかわかんない。こんばんは。え、大丈夫大丈夫。スライディーさんいらっしゃい。そんなすぐ感じがする。小池徹平みたいな男子と出会ったことあります？あ、でも誰だったかな、うん、一人だけタイプの人と出会ったことが。へぇ、あのクリーミーな、ね、だって天使みたいだ、小池徹平。誰だったかな、名前がね、難しい感じの人。デスノートのドラマ出てた人で、うん、デスノートドラマ出てた人。こんばんは、猫塚さん、アイテムありがとう。あー、うん、でもあんまりどうなんだ、まあ、でもこの人もまあまあ、うん、おー、わかるわかる、わ、うん、かります、わかるわかる、うん、似てる人付き合ったことありますか。やっぱりタイプじゃないです、うんあ、でもなんとなく分かった。これ清潔感があって、こうなんていうの、修正的というか女性的な男性が好きなのかな。あ、可愛らしい感じが好き。ね、そうだ、可愛い感じね、うん、これからこれでギャンブル。何、お金くれるんですか。いや、あのうん、食べてみる食べてみる、うまい。岡山駅の西口側にあるんですよ、専門のお店が。行ってみます。美味しい。焼いてくれんの。あ、焼いて目の前でこう、うん、鉄板のところにボンと置いてくれるんで、はい、それはいいかも。うん、牡蠣大好きなんで。あ、よかった。なんか、はい、岡山が牡蠣の、うん、生産に、うん、ええー。こんな感じで最初作るみたいな。おー、見た目はすごいな。ちょっとなんかえぐいね。えぐいんですけど。あー、うまそう。そうそうそう。へえ。すごいね。よぴさん、すんません、ほんま。ギャンブルしますか。やめろ。強運ですから。ギャンブル好きっすからね。ギャンブラーっすからね。何パセントですか、これ。いや、35っす。ね、35。そんなに強くないっす。これ、35。イエガーマイスター。じゃあ、レディーファーストのことも。レディーファーストですけど、やっぱりルールを、やっぱ和道ルール入れないと。和道ルールいきましょう。やっぱり和道リスナーうるさいんで、和道ルール。うん、とあんまり人に言ったことない黒歴史を言いながら刺すっていうのです。ちょっとした黒歴史でもいいから黒歴史を言いながら刺すっていうのどうですか。どうでしょう、リスナーさん。いや、これちょっと恥ずかしいですけど。恥ずかしいですけど、恥ずかしさとそのなんていうんですか、こう勝負感というか、自分を恥ずかしめながらこう刺すっていう、S と M の融合ですよ、これは。これは、うん、行きましょうか。行きましょうか。行きましょうか。恥ずかしいの。じゃあ行きますよ。じゃあ僕から行きますよ。僕から行きますよ。はい、キャバ嬢の前で
酔っ払って宗教の話しちゃった。はい、恥ずかしい。面白いな。そうそう、キャバ嬢、キャバ嬢、キャバ嬢ドン引きですから。あんなに引いたキャバ嬢の顔見たことないですか。行きましょう。いや、ワドさん一番ですね。ちょっと恥ずかしい。黒歴史だったら全然いいから。うん、行こうか。いいです。ただ死ぬほど恥ずかしい。小ぶりなお尻が大好き。おお。小ぶりなお尻が好きなの男の子の。こい、うん。性癖だね。ヨッピーのね。小ぶりなお尻が大好きな小池徹平にの人いたら、あのヨッピーさんに連絡ください。はい、どんどん行きましょう。いいですか。黒歴史。中二の時。お、中二の時。中二の時、水泳の授業から帰ってきたら、ほう、こっそり持ち込んだエロ本が机の上に開かれていた。恥ずかしい。先生、何してくれてんの。先生じゃなくても多分あいつだろうなっていうのは分かるんですけど、何も言えない。北島康介で。飲みましょうか。行きましょうか。行きましょうか。いやいや大丈夫ですよ。行きますよ、僕の黒歴史。中学校の頃の、クラスのマドンナのオナニーに、はい、1回のオナニーに、4時間かけた。よし。いや、これ、はい、長かったんだよね。なかなかね、もう4時間の面白すぎて貸しづらい。4時間オナニーだから、うん、ごめんなさい、クラスのマドンナ。本当にごめんなさい。大丈夫よ、大丈夫よ。勇気出してこう。黒歴史を全部ここに込めて、黒ひげが何とかしてくれるから。何でも行こう、カミングアウトして行こう。カミングアウト黒ひげ。うん、これ流行る。それいいっすね、流行るかもしれない。流行れますよ、これは。和道ルールですから。いいよ、何でもいいよ。手錠使うの大好き。え、手錠使うの大好き。あ、いいね、いいね。ぶっ込んできたね。ぶっ込んできたね。ぶっ込んできたな。こじりが好きで小池徹平好きだけど、その小池徹平に手錠をかけてもらいたいっていうね。いいじゃないか。いや、ちょっと。かけたいの？かけたい。S だなぁ。斜め上行きましたね。斜め上行ってきたね。じゃあ行きましょうか。黒歴史というか、カミングアウトというかね。もうここはもうバンバン行きましょう。もう考えたら負けですよ。ここのもう深くにある引き出しをクッて開ければいいだけですから。もうちょっと真剣に考えておくんだったら。いいですか。いや、行きましょう、行きましょう。社長、社長の黒歴史行きましょう。ほんますか。行きましょう。高一の春。高一の春、はい、ちょっと初めて交際した彼女をめちゃくちゃ可愛いと思ってたら、はい、親友13人にディスられた。はい、ブス戦。はい、はい、B 戦。めちゃくちゃ可愛い。で、ちなみに今でも可愛いと思ってる。ああ、うん、なるほど。じゃあ僕も初恋シリーズに向けてさ。童貞を捨てたあの子は、はい、ありがちだけど、ただのヤリマンのヤンキーの女の子。よし。ありがち。ありがち。黒歴史。黒歴史。黒歴史。うん、いい。どんどんみそぎが進んでいく。みんなも書いていいんだよ、コメント欄に。みんなも勝手に参加していいんだよ。黒歴史どんどん書いてっていいんだよ。恥ずかしがらなくていいから。一緒にやろう。だからヨッピーはもうすごいことになってる。こじりと黒歴史みたいな、なかなかコアですからね。なんか手錠かけますからね。すごい手錠ね。え、なんか M そうな顔してド S ですからね。、うん、じゃあその手錠かけた後何するのか教えてください。どうぞ。手錠かけてどうしたらいいんですか、小池徹平くんの。でも単に、うん、ここが攻めやすくなる。うん、分かった。この辺を攻めやすくなる。これなかなか当たらない。なかなか当たらないな。やべ、もうやっぱすごいですよ。3本ですから。神神回の予感。これそうですよ。最後のカミングアウトお願いします。じゃあ明日も。黒歴史シリーズ。黒歴史シリーズ、うん、ラストミッション。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 
これ中二の中二の中二の夏、中二の夏、あの好きな、はい、当時好きなグラビアアイドルの切り抜きを机の中に隠してたら、はい、机の上におかんに出された。お母さんありがとう。お母さん恨んだっすね。ディアマーマーです。じゃあ僕普通に言ってほしかった。四つありますね。四つある。あ、じゃあまあ大丈夫ですよ。セーフパターンもあるんで。うん、一番の黒歴史は配信歴5年。ああやっぱな。やっぱ配信が一番の黒歴史だったわ。俺分かってたんだよ。いただきます。ケッピー。うん、ケピナイスケピ。ああ、聞く。ありがとうございます。ごちそうさまでーす。ケピごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。これはね、あのドイツの薬用養命酒って言われていて、イエガーマイスター。てか知ってるか、あのお酒ね。あのでもイエガーマイスター、本場のイエガー飲んだことあります？ナイスナイス。超うまいっすよ。超うまいです。家が3種類あるんですよ。ドイツ国内生産の家がと、ヨーロッパに輸出する用の家がと、そのさらに遠い日本とかに、あの中身が全然違うんですよ。ドイツのはすっごいうまい。本当に美味しい、うん。飲みますか。じゃあ僕家がもう一本、まあ、罰を受けた。すいません、家が一杯ください。はい、いや続行なんですね。続行ですよ。おかわり、ルール変えましょうか。リスナーさんルール決めていいよ。おお、それ面白いですね。何が聞きたいの、このナイフを刺すとき何が聞きたいのか、ちょっとお題ちょうだい。うん、ただのね、黒ひげ危機一発は許されないから、やっぱり頼むわ。みんな分かり合ってくる感じね。ありがとうございます。ワンモン。あ、どうする、何が聞きたい、黒ひげ刺しながら何聞きたい、みんな書いて。コメントないな、お題が来ないな。寝てんのか、寝てるの、みんな、みんなの性癖、性癖。でももうヨッピー出し尽くした感ある。まだある、大丈夫。じゃあ性癖行こう。引き出しあるな、引き出しあるな、ヨッピー。ヨッピー引き出しあるな。よっしゃ行こうか。じゃあ負けた俺から行こうか。マジか、すいません。性癖、うん、性癖か。性癖、性癖、KP、とりあえず KP で、KP、KP、KP、性癖、性癖ってなんだろう。なんかこれじゃないと許さないとか嫌だって。ああ、いや、ベタなところでいいんですか、普通な感じ。ベタでいきましょうか。ベタに、いや、まあ簡単に言うと背の低い人が好きですね。はい。まあまあここ普通でいいんじゃないですか、序盤なんで。はい、どうぞ。ヨッピーの性癖がどんどん、好きなタイはって来てるんで、じゃあそれでお願いします。あ、腰の辺持たれて正常位。すごいなんかリアルな、腰の辺持たれて正常位、小池徹平バージョン。はい、でも小池徹平手錠かけてるから腰ら辺外すんですかね。あ、その時は外すんですね。勉強になります。じゃあ社長、我が輩ですか。我が輩の性癖、性癖気になって一番注目ですから。いやいや、全く多分誰も注目してないやつなんですけど。でちょっとじゃあタイでいきます。いやタイなんてダメですよ。タイじゃなくて、それはヨッピー限定ですから。誰も社長のタイなんて興味ないですよ。ですよね。もっとエグい性癖を。エグいエグいの、そろそろエンジンかけてきましょう。まあ、いいですよ、ジャブで一発目なんで。ほんまっすか、性癖か。性癖、まあやっぱり、はい、いやこれキモいな。
いいですよ、キモければキモいほどいいんですから、行きましょう、もう勇気出して。ほんますか。はい、従業員ドン引きっていう感じのがいいですよ、はい、歴史の場所。怖いな放送ね、はい、桃太郎さんいらっしゃい。じゃあすみません、行きますよ。行きましょう。じゃあ、はい、じゃあもうショートのギャルが好き。おお、ギャル好き。ショートカットってことですか。ショートカットのギャル好き。ギャル好きなんだ。ギャルなのにショート。もう知らないけど、ギャルなのにショートって言われるもん。性癖、自己紹介でもいいですか、リスナーさん。自己紹介系性癖でもいいですか。いいですよ。はい。俺マグロ。あー、やっぱりな。また俺かよ。やっぱね、俺引くんだよ、配信者。俺マグロはやっぱちょっと早かったな、ごめん。いただきまーす、はい、乾杯。ゲビーゲビー、まただよ、ゲビー。あー、くそー。ナイスゲビー。2連続だぜ。すいません、もう一杯お願いします。おお、ギャンブルっぽくなってきましたね。いやちょっと悔しい。社長にとどめ刺さないと。なんでなんで2連発で俺なの。いやでもヨッピーナイスコメですね。ヨッピーさんは顔出し、ヨッピーさんは綺麗ですよ。顔出しできないもんね。これでもダメ。これはこれはこれは大丈夫かな。こうやってこうやって一瞬だ。一瞬一瞬。ちょっとじゃあ顔をちょっと口元もうちょい下げられない。そうそう、それくらい。いくよいくよ、5、4、3、2、1。はい、よっぴーかわいい。はい、よっぴー岡山美人。はい、さようなら。はいはいはい、サービス。はい、はい、で小池徹平大好き。はい、起きました。もうラストっすかね、そろそろ。3杯目はどうさんに突入しました、ね、3杯目ですよ。1杯目、2杯目、3杯目。さて次のお題は綺麗系だね。そうだね、大人の大人な感じだね。綺麗ってみんな。よかった、うん、いや綺麗よ、ヨッピー綺麗。何、どんなお題にしましょう。何、次のお題、最後のお題、皆さん決めてください。何系が聞きたいですか。今日お酒入ってるんで大丈夫ですよ。何でも聞いてください。僕の全てをリスナーさんに伝えますんで。今日ね、珍しいですね、今日はっちゃけモードですね。いやもう全然全然、むしろギアまだセカンドに。セカンドですよ。行きましょう。スネークマンまで出させましょう。スネークマンは多分もう大変なことになりますね。岡山県警が黙ってないですよ。カメラもうちょい上、オッケー。これくらいかな、これくらいで行く、これくらいで行こうか。どうしようか。次のお題、最後のお題、何がいい。なんかない、みんな。社長の、年収。これリアルスピンで多分面白くないですか。年収はダメでしょ。あ、はい、海保さん、ありがとうございます。海保さん、海保さんありがとう。カメラワークも気にしてくれて、さすが和道の弟子。そうなんですか。弟子なんですよ。あ、ありがとうございます。弟子だけど、僕の部屋を掃除させてるだけなんですよ。桃太郎ちゃんさんは岡山の方ですね。岡山っぽいですよね。岡山といえば桃太郎。岡山リスナーさんですか、桃太郎さんは。もしよかったらフォローしてください。今岡山なおですよ。岡山なおです。どうしようか。どうしようかな。何がいいですかね。何しましょうか。初体験。俺初体験喋っちゃったもん、俺もスタジオも。付き合った人の思い出いいっすね。過去に付き合った人との思い出シリーズ。だから切ない感じでもいいし、なんかあったかい感じでもいいし、なんか恥ずかしい感じでもいいじゃないですか。あ、いいですね。じゃあ過去に付き合った人との思い出。一人の時は僕も使います。
桃太郎ちゃんさん、やっぱり岡山の方ですね。あ、岡山、ありがとうございます。岡山の、何でしたっけ、清水橋じゃなくて、なんだっけ、正規橋、正規橋です。正規橋、思い出行こうか。思い出集で行きましょう。そうだな。5番目に付き合ったなっちゃん、おい、5番目の彼女のなっちゃん、なっちゃんと、電車の中で手つないでたら妹に言われた一言、あのおばさん誰。よし。はい、相変わらずの年上好きだったんだよ。僕17歳の時に、あの30、わらさんの妹に言われた一言、そう、 妹に言われた一言が、兄貴、あのおばさん誰。はい、あ、それいい思い出でしたね。はい、じゃあヨッピー、思い出、過去の名前を言わなくていいからね。まあ名前言うといいかもね、誰々くんっていう。まあ偽、ね、まあ、偽名でも、偽名でもね、偽名でも。はい、なんか思い出、ね、さ、何でもいいんだよ。こうなんかこう、あ、でも私も2個前の彼氏の話、16上、16個上、今50になる人、お親がすごい悲しい顔してた。もうね、16個下の女連れてきたぞってなるわな。いや、でもお母さんからしたら勲章じゃないの、これは。うちの親はやっぱり、あ、そっか、ヨッピーのお母さんが気まずくなるか。そうだよね、お母さんの方が年齢近いのか。でも向こうの両親にもあったけど。なるほど。なるほど、ああ、そっか。ああ、メモリー、ヨッピー、メモリー、ヨッピーなんか、ね、ヨッピーなんか内数ですね。内数ですよ、ヨッピーは。じゃあ社長見せてください、社長の恋愛。社長の恋愛はこんな感じだよっていうのをね。いや、笑い起きてますね、やっぱね。気まずくなるよね。恋愛じゃないけどいいですか。あの、まあ、彼女じゃないけど、まあ、だからね、いろいろ恋愛にはいろんな形ありますから。千葉話、千葉のエピソード、はい。高2の春、高2の 春、ほう、まあ、友達の紹介で、ほう、デートすることになりまして、当時メルトモって会えたんです。メルトモ懐かしい、センター問い合わせなんかしちゃったりして、ね、やってた、もうセンター問い合わせなんかなんかしくじったからやった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 、センター問い合わせなんかしながら、やたら長文、やたら長文、やたら、そうそうそう、2時間かけて5000文字なんです。で、面白すぎてこうニコニコしてたら親にキモいって言われるなんですけど、なんですけど、メルトモ期間1ヶ月半を終えて、もうめちゃくちゃ意気投合して、うん、もうめちゃくちゃ、あ、そう、楽しいなって期待して、デート会場に初めてですよ、はい、お互いルックス分からない、はい、タメとかないんで、スタービーチですね、スタービーチ、スタービーですね、スタービーではないですけど、スタービーではないけど、メルトモ友達の紹介だから、はいはいはい、そうで、はい、行ったら、はい、千葉の駅前の改札で待ってて、おお、で僕がまあかっこよくてたんで、これですよっつって、はい、で向こうの子が来まして、はい、でトントンってされてら、うん、その子が、はい、ゴスロリの格好をしてきた。高2の春、高2の春。ゴスロリ KP、 KP、 ゴスロリ KP、 ゴスロリ、ゴスロリ良かったな。ちょっとなんか違うところからゴスロリ出てきたな。あの、本当5秒で帰りたかったんですけど、うん、もうあのオールしました。そのまま、そのままオール。ゴスロリありっすよ、ダメですか。え、今だったらむしろウェルカム、ウェルカムだけど、まあ、確かに当時高2の春で、高2の春でゴスロリはちょっと早いな。高校も島付近だったんで、うん、友達に見られるんじゃない、こういう学ランで、分かる、学ランにゴスロリ で、そのまま街に出る。いや、痛いっすね、痛いっすね。恥ずかしかったんですけど、やっぱここで逃げたら男じゃないってことで、うん、かっこいい、最後までデートしきったんだ。もう逆に手つないだという。高2の春、なんかやたらなんかいろいろやってますね。いや、男子校だったんで。あ、そう、もう女性に、そう、もう成獣でしたね。成獣でした、ね、ユニコーンでした。ユニコーンだった。いや、すいません、そうだったね。よかったね、ゴスロリは意外とね。ありがとうございます、教授でした。ゴスロリとどんなメールしたのかとか、ちょっとなんか、いや、それがね、あの、まあ、バンド好きだったんですよ。な、何
何好きだったんですか。まあエルレガーデン。渋っ。千葉のバンドなんで。はい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 。でもゴスエルレガーデンのファンのバンド、はい、向こうはもうジャンヌダルクとか。ジャンヌダルクとか。ディル＆グレイ。ディル＆グレイ。まあそうなりますよね。そうなりますよね。まあそうなりますね。今だったらその予測できたんですけど、うん、見聞色の発揮使えたんですけど、全然養えてなかった。そうです。まあ、イーストブルーだから、ね。イーストブルー。まだまだ2年前だったという。わからない。なるほど。アホエピソードだな。でもヨッピーは結構あれだね。引き出し多いな。引き出し多いね。いなヨッピー変態かもしれないね。どっちかというとそっちの部類。まあそっちの部類なんだ。エロエロかもしれない。もしかしたら。エロエロの身の能力者かもしれない。エロエロの身の能力者。岡山の小池徹平さん企画やんないとね。ヨッピーが気に入る岡山一の小池徹平を探そう。明日コスプレのイベントなんですか。明日コスプレなんですよ。へえ。ね、イベントなんですか。定期的にやん。コスプレしてくるのは僕だけだと思うんですけど。なんかお客さんがコスプレって、なんで社長がコスプレしてくるんですか。いや、やっぱりあのまず自ら。まずはコスプレに着替えてみる。それがまあ、結果につながるかわかりません。ね、コスプレをしてきたお客さん来たらどうなるんですか。コスプレ来た子はもう飲み干せん。飲み干せん。飲み干せん。一時間。終日。会社合うんですか。合わないです。あ、ちょっと待って、コスプレできた子は飲み放1000円置いたらずっと飲めるんですか。です朝まで。朝まで、まあ、1時までですけど。狂った経営してますね、なかなか。まあ、その収支的にはダメなんですけど、はい、まあ、僕の気持ち的には採算取れてるから。なぜかその気持ちの経営とかないですよ。こんなピーター・ドラッカーもびっくりですよ。マジか。明日コスプレできたら1000円で飲めるって。漏れなくあの黒ひげゲームついてきます。あれ、なんですか、なんか岡山のファッションはギャルっぽい感じなんですか。それともなんかゴスロリとかいるの。ゴスロリ今いないから。でも岡山でも女性っていうか男性もですけど、はい、おしゃれです。岡山アパレルすごいんですよ。あの繊維の街なんで。あ、だからジーパンとか。ジーパンとかすごいですけど、もう小島ですよね。小島ってなんですか。小島っていう小島っていう、地名があって、そこのメッカなんですよ。へ、繊維のメッカ。へ、繊維の松なんだ。カイコとかいっぱいいるんですか。カイコ、え、何、あ、カイコ、カイコ、あ、カイコ、カイコどうなんでしょうね。なんか、ヘンプというか、ヘンプなんですかね。朝とか朝文化なんだ、うん、デニムとかやっぱそっち、ね、そうですよね、朝、綿100とか朝とか、ね、岡山も本当おしゃれな方多いですよ。洋服屋さんもすごいおしゃれですよ。あ、そうなんですか。安いんですか、高いんですか。例えばですけど、まあ、ドメスティックブランドってあるじゃないですか。はい。で、すごい高いじゃないですか。はい。なんか、バックラッシュとか、はい、マスターピース、マスターマインドとか、ロエンとかロアンとか。何言ってるか分かんないです。結構その高級ブランドってこう縫製もいいし、シュレットもいいんじゃないですか、はい、でやっぱり東京で買うと T シャツ1万とかデニム2万とかするんで、はいはい、しますね。もう岡山では岡山のブランドで、はい、まあ、4000円とか安い。だから、ね、値段の割にはシュレットがいい、ものすごくいい。へー、え、ジーパン買おうかな一本、岡山記念。あ、そう、買ってくださいよ、ほんま。なんか岡山ジーパンちょっと育てるのは、ジーパンハマってるんですよ最近。岡山もジーパン最高ですよ。最高っすか、うん、なんか有名なやつとかあります、岡山リスナーさん。ジーパン、で女の子とかも服かわいいし、そう、おしゃれな方多いね。ん
で岡山、ちょっと岡山背負う勝手に。いや嬉しいですよね。岡山アップしてほしいんで、今日はめちゃくちゃ嬉しいですよ。桃太郎ジーンズ。桃太郎ジーンズありますね、ありますね。桃太郎ジーンズっていくらぐらいすんの？結構高いんじゃないですか、高い。結構高いですか。桃太郎ジーンズみんなおすすめなんだ。え、もうそれはメイドイン岡山。メイドインジャパン、メイドイン岡山ですね。あ、かっこいいわ。どんな感じですか。これちょっと、ね、でもソロでやりましょうよ。東京で、まあ、かっこいいわ。かっこいいですね。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ちょっと待って、かっこいいかっこいい。すげえ。桃太郎ジーンズちょっと。あ、これはこれはいい。値段いくらぐらいするんですか。これ高いのかな。高いのかな。そうですよね、雰囲気。値段書いてない。お問い合わせってなんだよ。ショッピングサイトでお問い合わせってなんだよ。初めて見たよ。あ、まあまあしますわ。まあまあしますね。まあまあしますわ。まあまあするな。え、桃太郎ジーンズ、まあまあするな。はい。マトさんに会いたかった。え、カナベさんどこにいるの？カナベさんどこ県民？カチカチのストレート。いや、マトさんに会いたかったって言ったけど、カナベさんどこ県民な？いや、岡山に今いるよ。来な。あ、でももうあと45分だから明日来な。大ぶとカチカチさ。そう、カチカチなんですよ。僕、スリム系好きなんですよ。うん、お、太系や。かなべさん、どこ住みなの？明日イベントやるから。コスプレしてきな、明日。なんでもいいから。物はダメでしょ、もう大人ですから。じゃあ、せっかくなんで、磯六さんいらっしゃるんで、はい、ラスト、磯六さん交えてやります。磯六さんは多分、もう出来上がってますよ。全然大丈夫。この、大丈夫ですか？この、黒ひげゲームをぜひ参戦して。黒ひげ、あ、させていただきますか？磯六さん、さすがです。すみません。ありがとうございます。めちゃくちゃ。あ、大丈夫ですか、カード。あ、大丈夫です。どうぞどうぞ。あ、じゃあこっちがいいかな。磯六さんどうぞ。山本磯六さん。さん顔出し珍しいでしょ。どうもどうも。じゃあ、あの、黒ひげ危機一発をやりますか。バドルール。バドルールで。バドルールでいきます。お題何でしょうか、みんな。お題。バドルール。お決まりの。何がいい？何が聞きたいの？磯六さんの何が聞きたいの？いや、皆さん、これ回りますね。よかった、飲んでなきゃ。聞きますね。それか、もう、でも番号は家がね、はい、もしかしたら家が、もしかして家がでお願いします。もしかしてだけど、岡山どこでイベント？あ、ツイッター書いてあるから、あのツイッター書いてありますよ、下言われる。明日イベントなんだよ。明日あのコスプレイベントがあるんで、コスプレしてくるとなぜか数日1000円で飲み放題っていう、あの意味のわからない価格なんで、あ、赤字覚悟でも、まあワンコインなんで、明日あの夜いますんで、僕ぜひ遊びに来てください。で、お題何にしようかな。ていうかタイムラグすごいな、なんか5秒くらい、ね、結構30秒ぐらいになっちゃってますね。食べますか。小島さんもこれで最後です。あ、はい、あ、店の家が飲み尽くすっていう。よし、行きますか。さて、どうしようかな。配信者にまつわる話でしましょうか。どうですか。配信者にまつわる話、もう何でもいいですよ。あの人好き、あの人嫌いとかでもいいんで。わかりますか。誰も、まあ、強制で何でもそれでいきますか。あの回が良かったとか、あいつはどうだとか、それを刺すときに一発入魂でいきましょうか。そうですね、1時までですね。じゃあ僕からいきましょうか。いきましょうか。
行きますよ。皆さん行きますよ、僕から行かせていただきます、配信者にまつわる話。みんなが思っているよりも配信者はオフパコしてる。よし、かなりしてるからね。みんなが思ってる3倍してますよね。してる、してます、してます。表沙汰になってるのなんか本当ね、ごく一部だから。じゃあ山本さん、もう配信者にまつわる話。配信者にまつわる話。一発入魂ぐさっと最後。あれ手帳が。はい、手帳が。オファコっていうのはですね、オンラインっていうじゃないですか、よく。こうインターネットってのがオンライン。で、オフラインでセックスするっていう。要は、俺、なんか全然彼女いないよって言いながら、こう、配信が終わって、こう見えないところで。ワンナイト。ワンナイトしまくってるっていう。それはオフパコ。それはしてるでしょ。おー、名言出た。それはしてるでしょ。辛口店長なんだよ。辛口ですね、店長。絶対してますよ。してますよね。してる。みんなしまくってます。潔い、さすが。じゃあ、お願いします。磯瀬先生。配信者に。何でもいいですよ。配信者ってこういう生き物だよとか、この配信者こうだよとか。怖いだけですけど。もう最近の配信者分かんないからな。まあでもなんかぶっちゃけのことなんか言いたいんだけど、まあジャブからでもいいですよね。ジャブからいったら終わっちゃうから、これこの一発で終わるかもしれない。な、何がいいかな。勝負師ですね、アスロクさん。いや僕さっきあっちでやってたら、はい、一発で飛ばしましたからね。マジですか。2連続で。僕も2連続家が持ってるんで。え、そうなんですか。配信者、配信会あるある。配信会あるある、はい。配信者の揉め事は大体プロレス、はいはい、あこれはプロレスですね。暗黙の了解でプロレスなんだよ。そう、意外と思ってるより、みんなが思ってるより裏で仲いいから。大体プロレスだから。大体裏でめちゃめちゃ仲いいからね。その場で怒ったとしてもネタになるから配信でやるだけで。そうそうそう、止まらない。本当に怒った時は多分配信でやらない。やらないですね。なるほど、なるほど。じゃあリスナー目線の配信者の疑問でいいんじゃないですか。聞いてみたいこと、配信者のこれってどうなのみたいなのを僕らが答えますよ。配信者、逆に質問形式でいいですよ。タバコ取ってきますよ。じゃあ右にあるあの事件の真相みたいな。何でもいいですよ。あ、それはもう浮かんじゃったな。何でもいいですよ、もう全部話しますんで。聞かれたことはもう責任持って、僕が責任持って答えます。100人見てたらどのぐらいの収益になるの。リアル、リアル。いや、そんなに言ってない。じゃあ、それに答えます。20人とか30人リアルタイムで見てる人がいるんですけど、はい、月600万とかです。ナンバーワンで一人だから、うん百万、うん千万とか。要は半分僕に入るけど、半分運営さん、会社に入るんですよ。折半なんですよ。それがその事務所ってことですか。事務所っていうか会社、その運営してる会社に入るんで。だから100万アイテム、リスナーさんが持ったら50万、50万なんですよ。だから数百万稼いでる人はやっぱ数千万投げてる人いますよね。はい、そういう世界。じゃあその見てる人たちもそのアイテムでお金をあげると。そうです、あげる人はあげるんです。だから多分このふわっちっていうサイト僕やってるんですけど、150人ぐらいが20万以上稼いでます、今。こういうふうに喋ってるだけで。じゃあ分かりました、分かりやすく言うと、今80人見てるんですけど、2時間喋ってるじゃないですか、うん、2時間喋って僕リアルなやつ出しますね。6534円収入いただいてます。今の時点でです。はい、2時間喋って、1日じゃないです、今の2時間、このお店に入って2時間で6500円いただいてます。34円、すごい、はい、すごい、すごいな。そんな感じ。いただきます。あ、絶対こいた。じゃあ、そのアイテムスタンプっていうのは、その1個いくらからあるんですか。1円から。1円、1個1円、要は100円で100個まとめて買うみたいなのとか。で、それ一気に上げれたりもするんですか。できます、できます。ただ50円、50円。そうです。あ、じゃあそれの積み重ねみたいな。で、一番高いやつが5000円なんですよ。
じゃあ2500円ですね。そうです、そうです。でもその5000円のアイテムを100個投げてもいいんですよ。じゃあ見てる人もそのセレブとか、もうすごいお金、要は株とかのトレーダーさんとかって暇じゃないですか、うんうん、ずっとパソコンに貼り付いてるから。だから僕らもこうラジオ代わりに聞いてくれてるから、今日株儲かったよとか、 FX で1000万いったから100万やるよとか、そういう世界なんです。へえ。だからあの100万稼いでる女の人とかもいっぱいいますよ。今日興味はいいっすちょっと私もお小遣いやってみよう。しない、絶対しない。なんかテレビで森下優里、はいはいはい、グラビアに、そうそう、なんかグラビアにバスタオル1枚でそういうのやって、それでなんかお小遣い稼いでますみたいな。はいはい、そうやっていいんだろうけど、うん、だからなんかそのスタンプを送ってもらったらそれがお金になる。多分 LINE ライブですね、それ。多分そんな感じしません？うん、多分 LINE ライブってやつ、 LINE じゃないですか。あ、いや、わかんない、全然わかんない。多分 LINE ライブです、サイトは。じゃあ、ヨッピーさんの質問いきますか。じゃあ、質問、配信者の疑問とかでいいですよ、どうぞ。あ、本当だね、ヨッピーさん。リア凸で、リア凸で、これは無理だったって思ったこと。これは無理だと思った、なんか対応っていうか、めんどくさって思った。なるほど、嫌な対応、ほうほう。いや、僕リアトツ、あ、そっか、ソードスとかリアトツは知らないから。知らないですか。俺がリアトツでいつも困るのが、誰だか分かります？わかんねえよっていう。そうなんですか。あれは、あれはね、ずっとそう、俺ネタでこれ言ってるのよ。わかるわけねえだろバカっていうのを、なんか1日1回くらいやってるから、あれはギャグで言ってる。今日やってくれたんですよ。僕誰かわかりますわかんねえよ。あれはでも本当に困るのと、あとね、なんだろう、なんだろうな、それくらいかな。基本ね、リアトツしてくれるっていい人なんですよ。嫌いな人で来ないじゃん、なかなか。好意持ったりとか、興味持ってくれる人なんで。だから、ないっすよ、特に。じゃあ、わかります。ですかね。誰かわかるっていうのは言わない方がいい。え、誰かわかるっていうのはあんま言わない方がいい。誰かわかるって言われたもんさ、初対面の人にわかるわけねえだろ、ダメだお前って。占いしか、俺は。ってなる。アルファおじさん刺しますよ、はい。じゃあ配信者をやってて、はい、辛かったこと、お二人に逆にもういっちゃん辛かったこと。おお、それでもじゃあこれ社長が今まで経営してて一番辛かったことも言ってもらえますかね。いいですよ、はい。じゃあ配信やってて一番辛かったこと。いや、もう辛かったこと、手だけすみません。ケピ、あ、じゃあ先に行きますか。ケピ、ケピ、先に罰ゲームです。ケピー、ケピー、ケピー。今塗って、お持ち帰りして。結構効きますよ、これ。結構、これもう磯六さん、なんかありますか、配信やってて辛かったこと。辛いなとか、しんどいなみたいな。あのね、仲いいところの配信者のリスナーと、うちのリスナーが揉めた時がきつい。巻き込まれる。そうですよね。いや、で、うん、どっちかというと向こうの配信者をかばってたんだけど、向こうの配信者がスッと引いちゃった時は辛い。あー、辛いなー。いやいやいや、あ、分かる、それそれ、それ分かります。いろんなパターンがあるんですよ。要は仲いい、仲いいだったリスナーさんまたいでたらいいじゃないですか。でも向こうでトラブルを起こして相談されるパターンも、なんか悪く言いたくないしっていうのもパターンもあるし、逆にこっちの反感のが悪くなって向こうに、え、誰々さんどう思いますって言われても嫌だから、確かにめんどくさいですよね。俺、僕じゃあ行きますよ、はい。なんだろう、え、何でしたっけ、質問。一番、配信者やってて辛かったこと。配信やってて辛かったこと。こういうために役に立っとったので、まあ、配信やってて辛かったのは、分かってくれるよねとか、リスナーさんこれ伝わるよねっていう尖ったことをやったときに、全然その、なんつうの、伝わらなかった時っていうか、恨みに伝わることってあるんですよ。笑い取ろうと思ったら叩かれたりとか、
その叩かれたいなっていう、その炎上させたいなっていう時に、いやお前よくやったと思うよみたいな慰めに来たり、おいみたいな、ちげえよみたいな、なんかその噛み合わなかったというか、辛いですね。なるほど。それが3日続くと今日休もうってなります、ね、心が折れる。心が折れますよ。仕事欲しいんですよ。そんな感じですよ。まあ、そのあたりが配信者っていう、配信者ってありますよね。なんかこう手応えある配信と手応えない配信ってあるんですよ。いやもうありがとうございますね。そんな感じですよね。え、じゃ逆に社長は経営しててなんかつらっみたいなのあるんですか？ありますね、それは。どんな感じですか？やっぱりあの、まあ、まあ正直一番つらかったのは名前をこう役員が抜けた時とか、やっぱり仲間に裏切られた時とか、仲間が信用されなかった時でしょ。いや、一番自分が無力だなと感じる瞬間。役員抜けるときついですね。役員、社員さんとかだったら、結婚がとか、ヘッドハンティングされたなら分かるんですよ。役員って役員はダメもう癒やしに完全に裏切られた。だからそんなのあれじゃないですか、今北野武志軍団の揉めてるような状態ですよね。もうリアルに3日寝込んだんですね。あ、主戦力抜けるのもきついですよね。きついね。業務的にはまあまあ、なんとかなるはなるんですよ。けどそれ以上にやっぱり、うんうん、その一番側近の人が抜けるっていうのは、あの魅力ないのかなとか、社長として社長として魅力ない、会社として魅力ない、この会社の展望がないとかそれ辛いですよね。え、じゃあ夜の商売やってて、これ辛いわみたいなの聞きたいんだけど、なんかお仕事よっぴーつらたん、よっぴーつらたん、今ちょっとある店を、なんか、聞きたいかもしれない。私、あんまり外で会わない。ああ、アフターとかしない。したくないから。でもなんか、それを言う前に話してたら、向こうから、俺一回会ってくれたらもう店来んのよなって言われて。いやと思って、あ、じゃあ聞き逃す感じで。先に言われちゃうパターンね。だから、またいつか遊ぼうねって言って、伸ばすみたいな。なるほどね。ビジネスですか？それはね、確かに。やっぱ噛み合わない時なんだね、みんな。基本的に。なるほどな。どういうのですか、彼女。寝てます。ぐでん。お酒弱いですか。いや、弱いことはないと思うんですけど、なんかもう。疲れたんですかね。多分もう移動距離すごいですもんね。なんか一緒に飲むときは大体、あ、なります。なるほど。弱いと許してるがゆえ。いや、でも本当になっていうか、その、ワダさんとね、岡山デビューするんで嬉しいです、本当に。岡山超いいですね。まだまだちょこちょこ、ほんま来てください、ほんま。いや、もう本当に次は何で行こうかなっていう。時間あるときだったら車出します。あ、ありがとうございます。ぜひぜひ。今日だったら僕は、大五桜って言って、はい、樹齢千年の桜が。樹齢千年、そうそう、なんかすごい。にわか岡山。めっちゃ太いです。もう 9.2 メートル。9.2 メートル。あの幹の太さ。桜って、あ、太いですね。桜ってでもそんな長く咲かないですよね。千年桜と本当御神木とかそういうレベルですよ、ね。結構いっぱいある。調べたらね、なんかいろんな県にいっぱいあるんですけど。あれにありましたよ、仙台に。そう、仙台、岐阜とかね。はい。とか、ごめんなさいね。千年桜すげえな。そう、一緒見に行ってきたんですけど。散ってましたよね。いや、まだ大丈夫です。いや、花見行きたいって言うから、もうでもこっちの辺散ってるからって言って、北の方まで行ったら。あ、そういうことですね。なるほど、なるほど。そこでなんか、鮎の塩焼きみたいなの売ってて。鮎じゃない、ヤマメの塩焼き売ってて、竹串に刺してて。はい。本当に炭でこう刺して焼いてるんですよ。めっちゃうまそうで、買って食ったらめっちゃうまかった。うまい、うまいんだ。塩かけめっちゃいい感じで。だから塩すごい強いのとかありません、鮎の塩焼きってしょっぱすぎるみたいな。まあでも絶妙だった。絶妙だった。へえ。いや、あれうまいなって。あれなんかあんま空気感ないじゃないですか。まあないですよね。初めて食べました。そう、美味しかった。え、綿取ってるんですか。え、腹綿は。腹は取ってないと思います。あ、もう腹裂いてなかった。へえ。新鮮だから食えるのか。めっちゃ美味しかったですよ。
へぇー、岡山いいな、食い物うまくて。ちなみに岡山ジーパン有名なの、岡山のジーパンの発祥地。そう、ジーパン発祥地ってアメリカとかじゃないですか。日本ジーパンの発祥地、あのジーパンってそもそも日本からでしょ。え、アメリカのですよ。アメリカですか。え、ちょっと待って、それ岡山県民がなんかふかしてる、うなちゃんまんみたいになってません。ふかし、そうみんな言うんですよ。いや、ジーパン岡山が発祥だよっていう。岡山発祥だと思うんですけど。え、アメリカじゃない、調べてみよう。ヤマメどこで食べれるんですかって。ヤマメが大悟桜っていう、あれがマニワっていう地域。マニワ、マニワっていう。マニワ、そう、マニワっすよ。マニワむっちゃ遠いですよ。岡山県内ですか。県内です、県内です。ここから1時間ぐらいかかる。マニワ、Cさんも岡山、岡山リスさん、岡山県民です。はい、じゃあみんなフォローしてる。岡山です。え、どういうこと、どういうこと。ウィキペディアで、ちょっと待って、世界初のジーパンが岡山で作られたの。え、ちょっと待って、どういうこと。え、俺リーバイスだと思ってたんだ。俺リーバイス好きで、リーバイス信者なんですけど、リーバイスの会社の社訓がなんか世界で初めてのジーパンって書いてあったんだけど、何それ。岡山ジーパン買わないとダメだね。どうなってるの。そういうのならん。え、ジーパンは何、日本から生まれたの。そうなんですね。日本ですね。日本伝統技術。そこのお兄さんが小島っていうのが住んでるんですけど。はいはいはい。そこが発祥ですよ。え、ちょっと見せて。え、ちょっと待って。岡山いっぱい書いて、桃太郎ジーンズ、ジーンズで検索しようか。ジーンズとは、ジーンズとはデニム生地で温めるのかボタンを押さえて、年齢取らずトントントン、おしゃれかどうか。いや、大体でもサードギーギーだったんで。やばい、これちょっと待って。いや、岡山ジーンズ発祥です。あれ、あんまりでしょ、社長。絶対それはないです。いや、ほんまない。あ、日本で検索しよう。日本。いやいや、あのコマシ。え、エドウィンってどこでしたっけ。エドウィン日本だっけ。アメリカで発祥した。ですよね。日本では、日本で初めてが、あ、シラス二郎なんだ。ジーパン初めて来たの。二人だけ。女の子。僕一人ですよ。それ何本で出してます。発祥としては、あ、本当だ、日本製ジーンズ発祥が岡山なんだ。で、なんかエドウィンも名前の意味がある。江戸が勝つって意味。そう、江戸に勝つ。あ、江戸に勝つって意味なんだ。本当だ。俺、エドウィンってずっと外国産だと思ってたもんね、中国製の。あ、でもエドウィンもじゃあ一応なんかビールみたいなのが、へぇ、岡山にある。じゃあなんでエドウィンの CM、 ごめんなさい、なんだ、ブラッド・ピットなんだよな。全然意味わかんない。岡山のサミーも岡山じゃないですか、ね、え、サミーも岡山。サミーも山沙も岡山じゃないですか。山沙か、山沙岡山です、カエルのやつ、あれ岡山です。岡山100億円企業めちゃくちゃあるんですよ。誰が好きな、あ、ビッグジョンって岡山だったんだ。ビッグジョン履いてたわ。岡山すごいですよ、本当に。結構隠してるだけで GDP とかすごいですからね。いや、なんか岡山のウィキペディア、ありがとう。岡山のウィキペディア見たら、なんか人口もいいし、なんか結構、なんかイケてますよね。豊かです。豊かです。一番いいのは災害少ないからです。いや、って言いますよね、みんな。本当に何もない。で、時価上がってるんで、すごいっす。あ、そう、なんか他県からガンガン入ってきて、うん、で、ぶっちゃけ兵庫、広島下がってるんですよ。だけど、上がってるんで。あ、だから、結構すごいっす。だから、業者、東京とか、まあ、そこで不動産の方に行って岡山、今、青田がいいですね。ちょっとこれ、岡山県からなんかギャラもらってもいいぐらいの放送じゃないですか。岡山で言うのだったらフルーツが、桃にブドウに。っていうか、あれじゃないですか、政治家となんかくっつくの得意なんだから、ちょっと岡山ローカルテレビとかから放送してダメだよ。政治家すごいんだよ、この人。政治家とね、お年寄りのなんか政治家とすぐつながるから、この人そうなんですよ、昔から。
そう、ローカルテレビ持ってきてよ。岡山ローカル。岡山ってあの ONK です。OHK です。OHK ってのでもそれ以外あのローカルなんですけど、すげえ力持ってるんですよ。なんかどういう番組やってるんですか。もう普通になんちゃんとかですよね。一応フジテレビ。だからもう好きすぎてチャンネルではもうなんかずっと一緒にしてる。OHK。フジテレビではチャンネルが OHK の意味が分かる。全部がそのフジの番組に放送してるかってそうじゃなくて、うん、あのそのまあメジャーチャンネル8ちゃん、うん、8ちゃんだけど、やっぱ岡山にこう CM 岡山に会社流したりとか、番組も岡山のがあったりとか、イオンの中で撮影してて、それをマジックミラーみたいなのやって見える中をその私たちが分かる。政治家の頼みますよ。配信会の未来変えましょうよ。ちょっと押してくださいよ、より目をねえ。マドリーちゃんちょっとさ、ローカルテレビとかのローカルテレビとかの仕事が欲しいよね、俺らもね。テレビ出たら勝ちだから。テレビ出たら勝ちなんですかね。どうですか、配信論。いや、僕配信で仕事の方で NHK に出たんですよ。え、NHK で仕事の方ですか。何やってるんですか。言うの骨董ケース。骨董、その時は本屋、ヤフオクでやってたんですよ。骨董すごいっすよ。はい、高橋とか、まあ、備前焼もそうですけど、はい、もうすごいっすよ。壺1個何百万、何千万とか。今ないです。今ないです。もっと安いです。え、骨董ずっとやってたんですか。いや、本屋やってて、はいはい、ネットで本やってて、はい、で、2年前ぐらいから骨董に入り出して、で、骨董と一緒にそのサブカルであのワンピースのフィギュアとか相当売りさばきましたし、あ、そういうことやってたんだ。僕はそういう店ですね。僕は本当ビジネスマン多いですよ。なんか多いそうです。あれどこだっけな。聞いたことある。日本で一番ベンチャーが多い、なんか特殊な街あるか聞いたことあるな。え、岡山だったっけな。若者がめちゃめちゃベンチャー、20代のベンチャーめちゃめちゃ多い街があるって聞いたことある。ベンチャーまでいかない、個人事業主ぐらいにとどまる人が多い。へぇー、活気あっていいっすね。あります、理系系っすね。あのアースミュージックアンドエコロジーってあるじゃないですか。はい、あの宮崎葵さんと。あれ、あの岡山です。え、何なんですか。クロスカンパニーさんですね。あれは何だったんですか、アース。あれはあのアースは、まあ、アパレルのブランドなんですけど、それは岡山のメーカーです。へぇー、本社岡山で、岡山の方が。ちょっと岡山大学あるんですけど、そこに何億円寄付して、そこにこう道作るとか。すごいです。やっぱ愛がある。地元愛ある。地元愛あるしね。いや、俺東京がダメなのってそこだと思いません。なんかもう寄せ集まってるから地元愛とかないじゃないですか。かめちゃくちゃ戦争状態っていうか。確かに。蹴落とし合いだから地方のそういうあったかいのいいですよね。なんか地元愛があって。やっぱ千葉リスペクト、僕たち千葉ありますよね。リスペクトしてますけど、元千葉県民も千葉のブラッシュアップ、うん、千葉に住んでる人たちがしてくれたら面白いなと思うし。でも千葉なんかバックアップしてくんないかって年寄り頭固いかんな、千葉の年寄り。千葉ディズニーランドがそういうことはない。ディズニーランドぐらいの場所なので、ドイツ村とかもあるんですよ。ドイツ村って言ってあの、なんていうんでしょうね、まあ、牧場と遊園地がターカンみたいな。ちょっと半分半分、中途半端。岡山にもドイツ村ありますよ、ね、あ、そうなんですか。ドイツの森、うん、和州山アイランド知ってますそうなんです。遊園地あれブラジルです。ブラジルなんです。なぜかブラジル推しというブラジルにドイツありますからね。あれなんかビールがなんか販売してますよね、ドイツ。ビールあとなんか変な、なんか電車みたいに乗れますよね。アメトーク自転車で、ね、なんか電車っていうか、ね、汽車みたいなのの丸なの。どんなやつか面白いですね。視聴者数すごかったんで、日曜から夜更かしの中に世界一怖いアトラクションで出てて、ワシューさん壊れそうなジェットコースターね。ワシューさん壊れそうって意味で怖いって意味だね。怖い怖い、サビがすごい、やばー、それ怖いね。なんか、あ、そういう怖さが
そう、あの自転車乗るのも怖いし、自転車が一番やばい、あ、自転車の漕いでレール乗るやつ、あれ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 やばい、人力え、それさ、メンテとかしてるんですか、ちゃんとしてるでしょいや、だって現地の人が怖いっていうのもしてるでしょ、いや、でも怖いですよ、錆びついてるから、あ、相当行ってないですよ、それって新しい怖さだよ、すげえよな、新しい古い怖さですけどねあ、そうなんだ、ジェットコースターは錆びてるって書いてあるマジで怖い、あれはそれはでも、会社がメンテナンスしないとダメなんじゃないかないや、もう、ね、僕、生まれ自体行ったことなくて違う行こう行こうと思ってたけど一人で行ってもらうみたいな、いい企業とかつ、え、なに、みかんさんも岡山知ってんの、え、岡山にゆかりのある人手挙げてよ、岡山にゆかりのある人手挙げて、はいはいはい、岡山ね、県民ですもんね、何人ぐらいいるんだろう、今89人ぐらいいて、ちょっと岡山が地元とか、なんか関わりがあるみたいな人、住んでる人もちろんだけど、え、こんなにいるの、ちょっと待って待って待って、え、ちょっと待って、 C さん、ケンタンメンさん、金魚鉢さん、岡山は本当に暑いですよ、もう本当に愛が強くて、へえ。なんか岡山ってどこぐらいの、すいません、なんか変な話なんですけど、岡山ってなんかあるのって感じなんですけど、僕来てみたら意外なんですけど、なんか栄えてるし、栄えてるし、自然もあるし、飯うまいし、なんでこう幼いですか、僕他に岡山を控えめなんでしょうね、なんそんな感じしますよね、そうそうそう、内輪でなんか楽園作って、なんかここいいよねみたいな、いや、そんなこともないですけど、なんかちょっとやっぱりなんでしょう、温厚なのかな、でも竹民が来るとやっぱ魅力あるんですよ、いや、あると思いますね、いや、海産物美味しい、おかき、はかき、蒸し揚げ、はい、かき、蒸し、あと魚とかも瀬戸内海ですからね、ひなせとか、おお、居心地いい人多いって大絶賛じゃん、岡山謎の岡山推し、いや、これいいよな、おー、はい、どうぞ、ちょっと桃太郎さんもね、びっくりした、だし、うん、割とフルーツは全般有名です、いや、たまってなんかマスカットが特にマスカット、桃、ピオ、あのブドウとマスカットと、あと梨もあるし、へー、頭梨は岡山ですよね、こんなでっかい、はい、人の顔ぐらいの大きさありました、へー、フルーツが強いんだ、フルーツね、めちゃくちゃうまいですよ、あの桃って、はい、あのどうやって食べます、桃、いや、桃は包丁で切って皮むいて、うん、まあ、種バコって取って、え、いや、ですよね、いや、ですよ、岡山桃は、はい、むくんですよ、あ、なんすか、え、桃むかないですか、手でこうやってむけないですよ、だってむこうと思ったら、ペリ、サラサラみたいな、ここになんかギザギザのこのペロッ、なんかこんなに包丁入れたらもうベチョベチョになっちゃう、ベチョベチョですよ、いや、だから剥けないですよ、いやいや、何言ってるんですか、普通この桃ってやっぱ硬くて、いや、そう、硬くて包丁でやって、いやいや、リンゴみたいに剥かないと、いや、もうこうやって剥くやん、こう剥く、剥かないです、剥く、剥く、何言ってるんですか、怒りますよ、え、桃剥きますよね、もう剥かないですよ、何ですか、剥きますよ、剥かないですよ、なんすか、岡山では剥くんですか、剥きます、ね、持ってこいこの野郎岡山の桃持ってこいよってなるでしょ、ないですね、桃剥くの、え、包丁で、こんなんすか、だから東京来たらびっくりしますよ、多分クソまずくてマジで、いや、本当東京まずいっすよね、まずいっすもん、びっくりしますよ、飯もまずいっす、でも、岡山になった時にはきびだんご名物にしてるのが嫌なんですよ、なんかきびだんごはまずい、美味しくない、岡山も来たら大手まんじゅうですよ、大手饅頭、大手饅頭美味しいです、美味しいもん、僕はあのもっと田舎の方で湯べしっていうのをずっとしてるんですよ、湯べし、あの柚子が入ってる餅みたいなやつなんですけど、湯べし美味しくて美味しいです、え、なんでさ岡山の桃は剥けてこっちの桃は剥けないんですか、あのなんか聞いたんですよ僕実は、結構、はい、なんでみんな剥くのかなと思って、そしたら桃がいいんですよ、だからみずみずしいわけですよ、はい、もう売れた状態で出荷するわけじゃないですか、はいはいはい、地元の人はやっぱ一番美味しい状態で食べるんで、はい、だからもう来た頃にはもうほぐれ完熟なんですよ、だから逆に包丁なんて入れたらベチャベチャなんてやれないわけなので、うん、これでもう剥けちゃうんです、いや、てか剥かずに包丁とかで剥いたらぐちゃぐちゃになりますよ、ぐちゃぐちゃになっちゃうんです、
なるほど。でただ旬が過ぎたり早すぎたりするから そういうなんかわけのわかんない食い方として桃を送ったことあるんですけど、それ普通にあの送ったのも、はい、あの抜けたって言ってました。美味しい。でも全然味が違う。香りも桃って時期いいですか。あとなんかね、送った時はね、はい、なんか大きいって言われます。あ、大きいっすよ。このぐらいですよ。いやいや、そんなもの見たことないですよ。桃ってこれくらいじゃないですか。いいのは本当にこの大きいの。いや、これくらいですよね、僕らの桃って。多分レギュラー、レギュラーこれくらい。向こうの人はこんぐらいなんですけど、もう全然こんぐらいです。え、こんなもんですよ。こんなもんですよ。こんぐらいですよね。いや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 、そのぐらいです。こんなもんでしょ、桃って。桃こんくらいですよ。そうただ、やっぱ高いですよ。もう1個1000円しますから。あのね、それ買う場所によります。あ、ほんですか。あの、直売所みたいなとこあるんですよ。はいはい、1000円、500円か、そんなもん。マジか。もう1個食べてもお腹いっぱいですよ。マジですか。桃ってシーズンいつですか。8月もうちょっと先でしょ。もうちょっと先です。今はもうイチゴですね。イチゴ狩りできるとこいっぱいあります。あ、みんな言うんだ。岡山好きだけどきびだんごはまずいとか押してない。きびだんご押してるのがもうダメなんですね。きびだんご北海道パクってますからね。きびだんごって北海道の方が有名なんですか。だから桃太郎推しでしょ、謎の。あの、これですね、うん、桃太郎発祥の地なんですよ。だからそこをずっと押してるんでしょ、県を。いやでもね、桃太郎発祥っていうのもあれ怪しいもんがあるんですよね。あれ、吉備津彦神社の伝説から桃太郎って言ってるだけで、はい、桃太郎と関連付けただけであって、はい、桃太郎の鬼ヶ島があったのは香川だっていう話もあって、その辺結構微妙な、一番最初に行ったから行ったもん勝ちみたいになってるわけで、本当は微妙なとこなんですよ。そこを争ってるっていうかね、剣がおっしゃってる、もっといいですよ。愛が強いね。でもなんか、その、なんか政治家で東国原さんみたいなアピール力強い人バンって出たら、岡山ズバーンってそうなるの。市長すごいですよ。市長誰なんですか。何どうすごいんですか。なんか岡山市をもう桃太郎市にしようとか。いや正直ね、桃太郎押すのやめてほしい。桃太郎はダメですよね、ちょっと。桃太郎押すの本当やめてほしいんですよ。なんでこだわってんだろう。別に桃太郎押すところで誰が興味あるのって話。何でもないです。だからそれに関連付けてきびだんご押してるわけですよね、うん、フルーツとかそっち系押した方がまだ全然いいんじゃないかな。ハドソンさんからちょっとやっぱりね、公園叩かないと。あ、でもあれじゃないですか、桃から生まれた桃太郎だから、やっぱ岡山のそうやっぱゆかりあるんじゃないですか。そうそう、なんか桃から、まあそうですね、桃が有名っていうの言われてみたらか、なんか桃忘れてたっていう。そうだ、桃太郎だ。そう、でもなんかどうもね、桃太郎を押されてもね、桃以外にもあるでしょっていう。桃太郎がジーパン履いて、なんだろう、桃太郎がジーパン履いて、あ、いいかもしれない、ね、桃食ってやっぱり動画欲しいですよね。動画小栗旬君に新しい桃太郎をやってる。あ、めちゃくちゃいいじゃないですか、それ新役も。桃太郎のドラマとか出してるんじゃないですか。でも CM であれかっこよかったですよね、あのなんだっけ、ああ、ソフトバンク、あれかっこよかったですよね。あれ良かったですね、あれ好きでした。でも桃太郎推しはやめてほしいですね。いや、ちょっと和藤さんにも岡山の強みを引き出していただいて。そうですね。え、でもなんかジーパンがもし安く手に入るとか、なんかあ、でももうブランド化されてるから無理だろうな、流通とか完璧にできてるから。でもその、まあ、桃太郎ジーンズとかメジャーでなくても、はい、岡山のブランドたくさんあるんで、はい、でなんかかっこいいですよ。なんかそういうのでなんかコラボできたら面白いですよね。なんかベンチャー、ドベンチャーの若くて引き継いだ人みたいな、2代目の20代、30代若い社長さんとかとなんかできたら面白いですよね。岡山で推したいことって何かあります？フルゾンって。あ、そう、フルゾン東平島のね。そう、でも千鳥の大悟とかの方が俺はグッと癖が強い。でも若い子はフルゾンか。ネズミ先輩ダメですか。ネズミ先輩岡山なんですか。岡山ですよ。知らんかった俺。でも千鳥の大悟はまず志村けんを引き継ぐと思ってる。あと次長課長もですよね。次長課長もそう。そう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 、コントですか。あ、結構お笑い芸人多いんですか。多いですよ、芸人さん多いですよ。めぐみとか、あと稲葉さんもそう、ビーズの。あー、あれ津山、津山、あ、岡山じゃない、そこ、うん、
岡山じゃない。あそこちょっと岡山じゃないですか。あの月頭地区ですからね。津山でも津山だと八幡村もそうですよね。あ、そうですね。そう聞きました。え、八幡村あるんですか。あります、あります。ありがとうございます。あれはあの元々エピソードになった話があって50人殺しのところ残ってます。え、本当に八幡村って八幡村はだからそれを元にされた話だから八幡村ではないけど、はい、本当にそれそういう事件は起こってます。そこ配信者行ってます？いやね、あの昔心霊系の配信者で行った人もいたんですけど、はい、最近は聞かないですね。でも遠いですよ。配信したそう。これはね、まあ、今日その辺の醍醐桜もその辺ですよ。近いですね。あと温泉有名だから温泉教えてほしいですね。あ、温泉もあるの？温泉最高。温泉もある。24時間の無料の混浴露天風呂。何それ？あの行きましょうか。ヨッピー湯原温泉っていうところ。ヨッピーダメですよ。ヨッピーはヨッピーはクリーミー系男子ですよ。でもやっぱり女子だけでこうタオル巻いて入ってたらタオル巻いて入るのが基本で、ああそう、めっちゃ見られますやっぱり男の人。何回か。よくその美貌で入るよ。いやでも全然平気なんだ。でも宿借りて僕も茨城温泉行きましたからね。ああ、それ彼女大変なことになってる。寝とる。茨城温泉あの千と千尋の油屋のモデルですし。え、油屋ってあるんですよ。え、あるんですか。あるあるある。え、岡山引き出しめちゃ多い。めちゃめちゃあるぞ。だって千葉県って逆に言ってバラさん、僕たち千葉県放送するじゃないですか。多分マジネタないですかね。いや、だからディズニーランドで終わりですよ。あの立山でサーフィンするかぐらい。まあまあサーフィンですよね。波はいいです。ないですよね、本当。ないですね。ない、千葉県って。成田さんもいいですけど。だから成田空港、だから成田地元なんで、成田っていうと、すげえ都会じゃんみたいに言われるんですよ。でもあれ、空港のイメージで、空港から成田の俺らが住んでるエリアって、電車で25分ぐらいある。だから成田シティの、外れの外れにあるんですよ。そう、羽田はどこにあるんですか。羽田は東京の方。東京赤羽。東京ディズニーランドで名前ついちゃってます。いや、千葉。いや、もう千葉県民恥ですよね。あれ恥ですよね。もう千葉県、千葉ディズニーランド出身ですもんね。っていうかもう、千葉とか東京とかつけんなよっていう、もうそんなんならって思います。もうあれは確かに東京ディズニーランドはないわ。これしかも出ないじゃん。コナンの岡山なんかありますか。岡山いいの。八幡村とか安いな。え、岡山、私西条稲荷が大好き。西条稲荷、稲荷神社で、はい、日本三大稲荷です。三大稲荷。そうそうそう、大きい稲荷神社。初詣の時やばいですよ。そう、もう車の中で年越すのことになります。え、むちゃくちゃ有名な稲荷神社です。あ、昔なんかアンビリバボーで最大寺裸祭り。ああ、伊豆さんがなんか裸祭り、裸祭りって言ってた。それで言ったら岡山神社有名な方ですよね。吉備津彦神社、吉備津神社でしょ。で、西条稲荷、神々の町ですかね、岡山。パワースポットなんですか。パワースポットたくさんありますよ。あと、血のりがすごい、日本一って言われてるんですよ、血のりが。スピリチュアルがものすごいんです、この町。血のりっていうんですか。血のりっていう、僕もいろいろちょっとスピリチュアル先生がいるんですけど、その岡山がいいよねって言うんですね。あと、刀剣で言えばおさふねありますよね。おさふね、なんすか。おさふね、おせんおさふね。はい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 。あれ作ってるところ、岡山。僕、本当欲しいですけど、本当売ってないですか、安く。どんな感じ。本職です。仕入れれますか。あ、そっか。なんか、この前、なんか新宿の駅前で、10万、15万ぐらいで、アイクチ、小型のやつなんですよ。あれってどれくらい手に入るのかな。あのね、もうぶっちゃけの話すると、はい、60センチ以下が湧き出しっていうんですよ。はい、で小刀はもっとちっちゃいやつなんですけど、はい、その懐刀みたいなのが高いんですよ。ああ、要は王家のお守りみたいな。そう、脇差しで言うと、はい、ぶっちゃけの相場で、市場で高くても10万、ああでも、そうですね、何でもいいんだったら5万あるじゃないですか。
長い60センチ以上なんだったら本当本当刀剣刀剣そうそう60センチ以上のは本当刀なんですけど、はい、刀いくらぐらい8万ぐらいえ仕入れで仕入れでえそれお願いできないですか いいですよえそれ登録証とかついてるついてますついてますそれはついてないと1枚で買えないんですかで登録証を引き継いで僕が届くじゃないですか、そしたら僕が警察署に届けて名前変えるだけなんですかいや分からんですよ僕もその刀剣扱ったことないんでちょっとね、ソロクさんから刀剣をちょっと授かったって言ったらなんかあでも お宝ですから、やっぱりいやでもお宝とかではないです本当にあのでも結構出回ってる刀とかでもめちゃもう毎回武具の市場とかありますし、そういうの行っても1本何百万とかもう本当に錆びてるのでもいいなんだったらもう5万とかあります、そうなんですよあの僕シルバーの人って今シルバー作ってるんですか、はいはい、磨くプロが工具がいっぱいあるんでちょっとそのジャンクで鈍くもう錆びかけみたいなのあるじゃないですか日本刀でもでビカビカに磨く配信とかやってみたいな あれめっちゃ難しいらしいです素人が磨いてたらもう、はい、これ素人が磨いてるから傷だらけだわってめっちゃ安い多分そうだと思いますただその X さん30年やってるんですよだからそうシルバーの磨きを続けた X さんの磨きの技術と日本刀コラボとかちょっと面白そうかなでも高いのはやばいやばいらしいですねもう数百万数千万数百万数千万しか出ないですけどでもその高級かそれ骨董の市場とか行ったら30万40万するそれで免許がないと市場入れないですかいやあのいや普通に入れますよ、あの、はい、古物免許だけあの警察署に行ったら3万ぐらい取れるんですよ、はいはい、それは聞けば、誰でも入れます。その古物の免許って、その古物証書です、はい、それって、なんか広告がいくつかあるじゃないですか、はい、何で取ったかって、それって関係ないですか、関係ないです、関係ないです、もうそれ、警察に言われた時に言われますよ。いや古物以外も扱うあの書籍で取ってるんですよ、はい、書籍証なんですけど、はい、他の扱う可能性あるんですけど、はい、全部取らせてくれって言ったら、はい、いやもう扱ってもええから書籍とかメインで扱うとかしてくれっていうふうに言われてシルバーも必要なんですよ、はい、取らないといけないんですよ、いやそれ取ればもうどこの位置も入れますあなるほど古物許可証があれば入れますいいこと聞いた、うん、だからそれだったら僕、はい、全然あの、はい岡山来た時に一緒に行くこともできます、はい、時間が合えば古いの日本刀買いに行く配信、まあ、配信したからちょっと難しいと思います日本刀ちょっとやっぱ日本人だから手に入れて守りたいですねお気に入りの一本でも高いのはやっぱ高いですなんで磯六さんこと範囲磯六さんなんですか政治系だったんですか全く関係ないですよなんかね、ネタ配信でなんか僕初め石井って名前でやってたんですよ本名なんですけど石井ってあ、石井さんか石井っていう名前でやってたんですけど、はい、で、下の名前つけようって話になって、はい、で、配信で、まあ他の配信者と一緒に話した時に、はい、名前何にするって磯六でいいんじゃないみたいな石井磯六になってその後の、ニコ生である山本陽介っていう人がいたんですけど、はい、オカルト関係でやってた、はい人間 でその人が引退したから山本もらうわって山本磯六に、まあ、狙ったのもあるんですけど、ね、はい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 でもなんかちょっと友情ですよねこっちもそのあたりでもう30分なんでいっぱい出てきますあ行きますはいどうしようシャンディガフレシャンディガフレ店長すいませんシャンディガフレとお任せでお任せでバーでおもかせめちゃめちゃ難しくないですか私あのピーチのやつ、さっきので同じので、はい、サジネーブルじゃあ僕もそうしますサジネーブルちょっと待って怒られちゃったよ立ち食わない怒られちゃった立ち食わないいやー、家が効くな聞いちゃったな家が効きますね俺山本和道になったのわけわかんないでしょだから俺和道桃太郎にしようかもうまなんかね寂しいですね我々さん今日はあのね2ヶ月に1回ぐらいこの2ヶ月に1回ぐらい結構ヘビーローテーションじゃあ岡山ブラジルホテル取ってるんですか
いや、僕、社長の家に、はい、13LDK だな、ね、あの、そうです、パワーマーズ、お化け屋敷配信、うちの自宅がそのお化け屋敷みたいなんで、はい、心霊配信してもらおうから、いや、いいですね、いや、まあ、今ね、家に来ますか彼女いる、いつでも来れるから、はい、一応まあ、ワンピースあったら探してきます、ね、あ、そうか、そういうのもグッズ増やさないで、いや、ちょこちょこワンピース売ったことあるんですよ、ただ、やっぱでもジャンクでも高くはなるんですけど、まあ、さっき白星とかもちょっとあの自分が一個足りないみたいなので、ジャンクで売ったら普通に売れるんで、そう、ワンピースフィギュアって値が上がりやすいって言いますよね、上がりますあれ、無視されようかなと、ジャンクの箱で割れてるのまとめて、あのちゃんと完品は完品で別に売ってるんですから、ジャンクでまとめてやって、これ展示用なんです、ジャンクで、ジャンクで売っても1万超えますから、久しぶりです、そういう世界なんだ、いや、ワンピース世界です、いや、山盛りでです、あ、もう色がごっちゃ混ぜになってるんですか、ごっちゃ混ぜになってもうそれ部品が足りてないっていうのをまとめてで、それでも1万超えますから、ヤフオクで買ってたらうちから買ってるかもしれない、すごい面白そうですね、まあ、なんかあったらいい、あとで、あとで、はい、要は背取り系のプロみたいな感じなんですか、背取りではないですか、背取りになるんですかね、1番で購入するのは背取りになるのかどうか、そっか、普通に仕入れルートは、普通に仕入れルートがあのちゃんとした市場なんで、確かに、じゃあショッピングサイトですね、ショッピング運営、いや、もうヤフオクで全部、ああ、でも現代的ですよ、今ヤフオクで全部で1万ピンぐらいになってるんですよ、家、ここはすごくないですか、じゃあ飲みましょう、倉庫だ、ね、そうそう、でも何年ぐらいやってるんですか、もうでも本で、ありがとうございます、いいんですかね、これ、あ、はい、本で3年ぐらいやって、はい、最近ホットで本当に2年目ぐらい、初め絵ばっかり行ってたんですよ、絵画系ばっかり、本ってどうなんですか、よくなんか儲かるって言うじゃないですか、あのね、本はね、アマゾンがやっぱり一番儲かる、アマゾンに出した本を出品すればもう仕入れてるんですね、安いんですよ、単価が何せ一冊単価10円で買ったものが3万円だったりするもん、ね、あ、で、僕、その働いてたところ映画作業所って福祉系だったんですけど、本やってたんですよ、ボロッボロのわけわかんない英語の本とかが誰が買うのみたいなのが、なんか10万で売れたみたいな感じで、うおーみたいな、わかんないですよね、わかんない、でもまあ大体決まってる絵本とかはわかりやすいですよ、絵本とかね、なんか、ね、何だったかな、なんかね、クモとカエルの話で1週間の発禁になったことがある、それもう今伝説の発禁本、いくらぐらいになるんですか、多分5、6万、絵本で5、6万はい、絵本は大体値段つくんですよ、すごいな、絵本の世界ってすごいな、絵本やばいですよ、じゃあ最後の KPA しましょうか、はい、最後の KPA、 最後の KPA、 ラスト KPA、 この前事故したね、僕は軽を慣れ乗ってるんで、ダイハツの、でもなんか仕事の話って面白いですよね、面白いですね、なんかこういろんな世界のなんかこういう風になってるんだっていう裏側が、この人生初めて、なんか実業持ちてえな、本当に怖え、配信で食ってくの、そう、もうみんなに花火をお願いする人生怖い、花火ちょうだい、いや怖いっすよ、もう本当に、でも古物取るんだったら本当に市場とか行って転売とか、転売っていうか、はい、販売するのは全然いいと思います、行ってみたら世界観結構変わるような市場もあります、え、市場ってその例えばどういう世界なんですか、市場がよくわかんないですけど、商品をだから、はい、なんていうんですかね、古い家から購入して持ってきて、例
でもまあ、期間的に開催されてるんですか。そう、期間的にですね、まあ、場所によりますけど、それが日付によったり、でも本の市場は特殊で、食組合っていうのが入らないと入れないですよ。食組合っていうのを入るのに30万かかるんですよ。でも骨董の市場は、まあ、かかるところもありますけど、岡山はほとんどかかんない。え、そう、日本刀市場とかで検索したら日本刀って手に入るもんなんですか、東京とかで。東京はでも高いかも分かる。多分高いと思う。東京はむっちゃ高くなる。だからなんかそう、刀とかを地方とかで仕入れて東京で売るっていうスキームとかあります。あるんですよね。東京は大体ね、あの入るのに金かかると思う、はい、あ、入会金みたいな。だから俺も小美術日本刀屋さんやりたいですよ、外人相手にコラボレーション。なんかだってバブル来るじゃないですか、2020年来ますね。外人いっぱいいるんで、それだったら浮世絵とかでもいいんですよ。ああ、そうですね、確かに。本当はね、あの空港で危ない、危ないですよ。で海外に出したくない。あの中国人みたいなの結構来てるんですよ、はい、ぶっちゃけ、はい、あのやっぱね、鈴とか、はい、鉄とかそういうものに目つけるのが多い。あとはディズニー、へー、面白い。だからそういうもう相場感的にもう鈴だったらもうそれすぐお金になったり、鉄だったらそのままお金になったりっていうのに目つけたりとか。ルーさん、もし良さそうなフォントあったら LINE ください。フォントこれどうだ。まあでも良さそうなフォントがいっぱいありますから、仕入れ値で30万とか40万円で超えるのありますから。もう10万ぐらいのなんかどうなんだろうみたいなあったら教えてください。まあでもすぐ振りに入りますからね。まあそうっすよね。その場でもうだから古物持ってるんだったら、その古物取ってまあ行くのが一番いいですよね。一緒に行けますよ、はい。結構毎月仕入れ値でいろんな市場行って、岡山県内でいろんな市場行って100万以上買ってますね。へー、すごい。結構買ってますね。100万ぐらいは買ってます。もう中小なんですけど、まあ、小企業なんですけど。すごい面白いですね、この世界って。プリウスだね。本当安いのばっかり買えば、あの1000円とかで普通の食器とか1000円で3つ、1個300円単価で食器みたいなの買えたりする。そうですね。今もやっぱ絵画は安いから、1個1枚500円とかですか。ガス付きで。それが跳ね上がったりするんですか。要は大量に買って、目利きをするというより、大量に買って、そう出品して、あ、これ当たるんだって世界ですよね。もうそんな感じで僕はやってます。だから本当に目利きする人は目利きする人でいるんですけど、やっぱ大量買いしない。だから残ったのが困るんですよ。だから安いんですよ。なるほど。だからそれいけるんじゃないのっていうので、私も安いのばっか買ってたんですけど、安いのばっか買ってたら手間が増えるんで、なるほど、最近高いのを混ぜました。なるほど。面白いな、商売面白い。商売やりたい。これやりましょう。何やろう。でも骨董やったら面白いですよ。香川とか行ったら、あのガラクタ市みたいな、はい、あの古い扇風機、いいっすね、レトロな、レトロ系のやってるところ、はい、ああいうの絶対アンティークで高いですもんね。でもその香川の方まで行ったら高いんですけど、韓国では1000円とか、もう1000円でも売れないで、500円でも売れないで、取り出してくるんですよ。それ買って香川に持っていけば高く売れるっていう方もあります。ワルさんでも全然ちょっとずれちゃうかもしれないですけど、岡山結構竹林多いです。竹、今その竹、このメンマ流行ってるんですか。メンマ、はいはい、岡山竹の子有名なとこありますよ。あ、結構多いですよね。今僕の地元なんですけど。あ、ほんまっすか。竹の子を今言えてない。危ないじゃないですか。国産米に似てない。で、その竹の子を掘って、メンマにして、流行ってるんですよ。書いてあるんですよ。竹の子を。流
流行ってるんですよって言われてもメンマ、和道メンマ、和道メンマ、いや、タケノコ僕紹介できますタケノコ全然俺分かんないんだけど、あでもタケノコ販売売れると思うんです、マジで原価しろも多分ただに等しいんですよ、ただというか、まあ、あの僕よ、よ、まあ、よく知ってる、まあ、僕の家も竹林持ってますそう、そういう感じなんで、あ、もう竹生えてくるのめんどくさいから竹くださいって言ってだけただ原価ただにはならんと思いますけど、まあでも人によってはもうあの処理してないからもう好きなだけ取っていけばいいかっていう人多いですね、結構その僕はね、ザックバランなんですよ、ザックバランですね、だからそれ売るんだったら高めに売るので、あの産地を出していった方がいいです、そう、タケノコビジネス、タケノコビジネス、でもタケノコうまいですよね、取れたけどもうやるわらかくて、メンマ美味しいじゃないですか、もうでもタケノコ今時期です、ですよね、じゃあすする TV とかで知らないですか、ドアマンすするです、知らない、知らない、ラーメン系 YouTuber 毎日健康、毎日ラーメン健康生活です、もう700日目ですよ毎日のラーメン700日バカですよ、いやいや、ラーメン毎日食べたらお前死ぬぞって言われて、はい、ふざけんなっつって、それでも俺が証明するって証明してるんですよ、なんだっけ、スーパージャンクミーだっけな、なんかハンバーガー食うアメリカの映画ありましたもんね、でも本当に死んだっすから、うん、岡山のラーメンで美味しいところってあります、サンキューサンキュー言ってきました、サンキューサンキュー、最強配信してましたね、最強配信してたよ、最強配信してたよ、サンキューうまかったです、一気にかかってますよね、あ、ほんまっすか、サンキューほんま、何店行きました、どこですか、何店ですか、あそこは泉田本店、あ、泉田本店、泉田本店、多分今あの違う人が系列で出してると思う、あ、そうなんですか、ごまそばワード、ごまそば、ごまそばでも東京出したらあれ流行ると思う、あれ美味しいですね、美味しい、ハマってますもんね、そうですね、東京から、いや、あれはうまかったです、もう絶対食べさせたいなと思って、あれ流行りますよ、おすすめで言えばあのしなそば花ってあるんですよ、聞いたことある、あれね、あの鴨入っててラーメン食った後汁残しておいて雑炊にしてくれるんです、ああいいっすいいっすね、この後行ったらいいじゃないですか、多分その辺ですよ、来てラーメン食って帰り来てラーメン、今お腹いっぱいあるんで、だからもあの骨付き鳥食べてます。骨付き鳥。骨付き鳥。特ちゃんあんま食べないで。骨付き鳥。じゃあ僕あれ食いたいですよ、牡蠣の。牡蠣おこう。牡蠣おこう。牡蠣もう時期終わってるでしょ。終わってる。あの今冷凍で保存してるから。ちょっともう1ヶ月前です。1ヶ月前なんだ。一番うまいの。1ヶ月前行って牡蠣送りましたからね、一斗缶で。そう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 、一斗缶でみんなね。一斗缶で。一斗缶で送って、あの数数えて150、60個あったりしてます。めちゃくちゃする。多分150、60個で3、4000円ですよね。一斗缶で3000、4000円。なんかでも地方でなんか出資してくださいよ。東京になんか。しますよ、それはもう。するんかい。いやでも東京で、あれもしたい人。牡蠣好きなんですよ。僕も大好きで。で、牡蠣食う、あの、店で食ったら。2000円、あ、マドさんだから東京で岡山オイスター、いや絶対流行る、絶対流行る、絶対牡蠣はいいと思う、でも時期だけです、ひなせか蒸し揚げ、はい、牡蠣ひなせがいいでしょうね、よその牡蠣より全然美味しいですよ、まあでも広島に名前で負けてますからね、広島が1位なんですか、で2位が岡山、名前も負けてるけど、でも明日勝ったら巻き返せますからね、逆漫才は。で、やっぱ内海なんで、なんていうのかな、あのやっぱり、ね、好きです。約3日だったら、本当にあのオリーブ園とか瀬戸内、瀬戸内海見せてあげなかったですね、めちゃくちゃ綺麗ですよ。でもあの、東京でもしね、あの岡山の店とかやったら、四季全部なんか埋まりそうじゃないですか。まあ、フルーツも。フルーツで、まあ、アンテナショップ。アンテナショップやる。2月ぐらい牡蠣じゃないですか。
で3月になってくるとになるかな、あれがあるじゃないですか、アナジャコというかマテガイとかって、はい、政治家から女性系を買い物でもリアルに、はい、まあちょっとビジネスの話だとなんか嫌なんですけど、いいじゃないですか。やっぱふるさと納税強いじゃないですか。あれふるさと納税って何なんですか。あれよくわかんないです。まあ、お金持ちが例えば、まあまあ、まあ、例えば1000万納付するじゃないですか。で、納付先変えられるんですよ。どういうことですか。やっぱりその企業が税金、税収払うわけじゃないですか、税金したら税金の使い道を、まあ、ここにしたい、まあ、例えば避難税、そういう意味なんですか、あれって。まあ寄付にも近いんですけど、でまあそれ税金払うと、はい、まあ還付として金銭じゃないそのもの、まあクラウドファンディングみたいなことですよね。なんとかまあなんかプレゼントしますよみたいな。そう、はい、だからまあ還付があるから、まあなんとまあ税金どうせ納めるんだったら、はい、じゃあ岡山好きだで、あの岡山に納めようかなみたいな。まあ、僕ずっと岡山なんで分かんないんですけど、でもそういう地域のものを扱う店みたいな出したら強そうですよね。だから毎月なんかその地域の子だってこっちで 3,4,000 円で買ってきた時東京に送るだけで10万以上になるんですよ。なると思う。3,4,000 円なんですか。いやもう一斗缶で 3,4,000 円それで東京のオイスターバー行ったら、もう一回も県産かわからないですけど、東京のオイスターバーでかかるじゃないですか、1個500円とか取られるじゃないですか。いや、取られますよ。もうだから安くて380円。100個5,000円だった。100個3,000円ぐらいで考えてくれたんですよ。100個3,000円。じゃあ1個30円。いや、1個30円。やっぱ、うん。だから1個380円とかだったら新宿で原価もう 5% とか。それでうまいうまいって言ってるよ。だから3個超えたら1000いくらっていうか1200いくら。でも、まあ、実際あれの話なんですけど、東京のガキ味薄いって。いやだからうまくないですよ。うまくない。こっちのガキ食ったらこっちのガキの方が美味しい。プリプリっすか。何もかけなくてもそのままです。そうもう焼くだけでいいですよね。焼くだけでもう、だから焼く場所、家で焼く場所用意して。そう、フライパンでもいいし。俺の家で。いやもう電子レンジでいい。いやいや、お前レンチンいいですよね。牡蠣はレンチンですよ、ね、で簡単。なんでレンチンなの。電子レンジチンしても食べれる。そう、食べれるの。パッて蓋開くんで。へぇ、知らなかった。だからそれ牡蠣専門店をもうその時期だけ開催してね。これ面白いね。いつも本当にまあちょっと短期で試すんやったら、だからもうどっかの名産物とかでなんか地元だったら安く入るものっていうのを集めてきて、それ1年埋めれば リスナーさんで絶対儲かる。不動産屋さんとかおったらビルの屋上とか借りたらええんですよ。7月8月とかビアガーデンでオイスタービアガーデンとか、うん、企画もので。いやでも1年それ回したらよくないですか、ね、安いもん。冷凍してもいけるんで。あ、牡蠣だけじゃなくて例えば桃だの。そう、桃だのっていうのは、その、まあ、岡山だけではなくて、他の県でも回したら儲かりそうな、うん、岡山のものが消費されるっていうのも嬉しい。10倍ぐらいになるんだよね、結局。そう、儲かるね、儲かる。10倍以上ですよね。牡蠣1個いくらぐらいですか、みんなさ、リスナーさん、牡蠣って東京の価格で1個いくらってイメージ。東京というか、牡蠣食おうと思ったらいくらぐらいで食います。店で多分1個では売ってない、5個で、まあ、3個、4個でいくらって。あ、花火ありがとう。花火ありがとうございます。でね、みんなさ、新宿で牡蠣ってどういう感じ。ありがとね、楽しんでるよ。新宿で牡蠣ってさ、1個380円とかそんなもんじゃないの、安くて。違う、俺の感覚間違ってる。牡蠣にうるさいリスナーちょっと来て、東京の。だからもう380円だ、1個10倍10倍ですよ。10倍しますよ。でも土地が高いですからね、新宿とか。いやでも10倍いったらそんなもん。でも10倍来ないときつそうですけどね。いやでも5倍で売ったらどうなんですか。でビアガーデンとか最高ですね、うん、本当に5倍ぐらいです。500円とかですよね。500円、新宿で500円、安くて380円とかですよ。安いねとで食べ放題とかで、いや結構しますよ。いや、しますよ。4,000円、3,000円、4,000円、
こっち牡蠣食べ放題1500円とか安い。岡山暑いな。いや牡蠣でも5000あの1000円で買ったら一人で食い切れないです。食い切れないです。死んじゃいますよ。死んじゃいますよね。死んじゃいますよ。いや3000円分買って行ったんですよ。はい。そしたら食い切れんだったんですよ。でもあの結構霜もパンパン。はい。ああいうのすごいの。寝てますね。もう本当にモーガニックバイアグラス、ね、1000円でこんなカゴいっぱいですよ。マジっすか。いや暑いな。いやでもそれは本当にやれるつてがあるんだったら儲かると思う。いや食い物が難しいんだよな。だからジーパンとかそのやっぱ僕ジーンズ興味あるんですよ。なんかジーンズで出しましょうよ。これオンラインで、オンラインで。いやだから何でもできます。和道ジーンズやりましょう。配信者って本来拡散力あるからいろんなビジネスチャンスあると思うんですよ。金梅さんとか東京深夜中とか、うん、だからなんかうまくコラボレーションしていけばそういう会社作っていけばな。和道ジーンズ俺買うけどな。和道ジーンズはあれぞ700万ですよ。まあまあ高い。いやねでもジーンズも硬い話した方がいいんであれば、桃とかだったら、だって東京だったらまた相場上がるでしょ。うん、上がります上がります。だったらこっちで桃を僕ワードさんに送るんで。何本送ったらいいですか。100個単位で送ったらいいですか。桃どうやってさばくんですか僕。名古屋のキングみたいにとか東京で桃売ります。1個1個でも1個単価でどのくらい300円ぐらいですよね。こっちで買ったら桃を。いや本当に東京に送るつけがあったらそれだけでも。行商ってあれ許可いるんですか。あの人をやってたお菓子のやつみたいな、あれってどうなんですかね。あのリヤカー引いてるやつ、ありますよ、売ってますよね。そう、あれめちゃくちゃ売ってます俺。あの、はい、六本木はあれだけど、まあそのスクランブル交差点とかで、はいはいはい、もう知るほどありますよね。ですよね。売れる売れる。岡山の方も。あのこの間あの配信であの、はいはい、あれやってたじゃないですか。リング借りたの。リング借りた。はいはいはい。あんな感じで、はい、牡蠣の会場借りて、はい、食べ放題で一つ乗れば。食い物難しいんですよ。食品衛生の許可とか、あの。まあまあでもクリアはできると思うんですけど。どんなんですかね。当たったら俺叩かれ方半端じゃないですよ。いや当たったら当たったで。毎週当たって美味しい。そうなったら関係ないじゃないですか。いや関係ないでしょ。俺が叩かれるんだから。やめてよ。また俺が叩かれるんだから。関係ないじゃないですか。そんな。また詐欺師。いやだってそれで。カキ僕は送るじゃないですか。はい。まあでもさねえ。僕もなんかもう別にあの日なせに行って買って送るのが簡単なんで。イットカ100個くれっつって。家にイットカの鍵が届くんでしょ。いやでも俺リアルに届けますもん。こっちでもいいですけど。来月ぐらいから。全然行けますよ。日なせの鍵美味しいですもん。で話聞いてもそうです。ちょっと待ってよ。思いついた。キャスバー。お、ヤマトさん。キャスバー出た。出た。だからキャスバーで実践と作ったとかに。カキパーティー。そうだ、あそこ食品衛生山津だから俺が仕入れても食中毒出したら山津さんのせいにしよう。まあ背が悪いっつってキャスでもいや俺すげえそれ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ちゃんとレンジでチンしても大丈夫です。はいはいはい。レンジで出しますよ。カキパーでカキ提供したらもうめちゃくちゃ嬉しい。絶対喜ぶと思いますよ。新宿であんなにうまいのとかやったらねえ、愛子さん牡蠣食べに来るよね。絶対美味しい。そうだ、大和さんが店持ってるんだ。だからご当地のものどうすかって今度プレゼン行ってきも来よう。ちょっと売り込んでくれさ、岡山を。夏には桃を送ってね。うん、桃パーティーとか。桃パーティー。で参加費いくらぐらいで。ですよね、桃食えるって。桃何個食えるか勝負。ギャンブル。いやでも桃マジでやばいっすか。だって聞いた話言うと桃どんな味なんですか東京で。気に入ると桃どんな味。味がしないっすよ。いやだから水なんだろう、味ないっすよね。香りはないっすよね。だから酸っぱい。酸っぱくはない。甘いでしょ桃。甘い。いやだから、いや酸っぱいのありますよね。外れある。ありますよ。だったらもうなんかね、桃なのに硬いんですよね。硬いっすよ。硬くて何これみたいな。柿かなみたいな。いやでも桃は硬いっすよ。7月8月って桃とブドウ重なるんですよ。
ね、7月8月に桃とぶどうのフルーツパーティー開いて、和道ワイン、和道ワイン、ワイン作る、ワインすごいですね。あのワインもあります。あの赤い和紙ってことに工場ありますよね、札幌かな。あとは船尾かなんか、船尾ワイナリーっていうのもあります。ワイン、あのぶどうが有名なところ大体あります。桃太郎ぶどう、やたら桃太郎出てくるな。何でもかんでも桃太郎なんだ。あの桃太郎ぶどうあるんですよ。うまいですか。大きいです。大きい。うまいですか。マスカットなんですけど、身がこのくらい。ズボンどうだったの。マスカットスタジオですか。それって新宿とかでスーパーで8000円とかで売ってるようなやつじゃないですか。そう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 。どっちで買ったら3000円ですよ。2000円とか3000円も。だスーパーだと8000円とか、なんかセレブ用になんかね、5、6個。ホスト系ユーチューバーとかに、ユーチューバーあるかわかんないけど、でいますよ、歌舞伎町とかの。ちょっと出してもらいましょうよ、もう岡山の。なるほど。いやでもキャスバーありですよね。キャスバー大和さん全然乗っかってだから、それフルーツ食べ放題で、はい、入場料とって、ね、いくら食ってもいいよ。で多分なんですけど、普通に出してもうまいもん知らないんですよ、東京の人って。だから食ってうまかったらずっとすると思いますよ。多分一人で3000円食うの、3000円分食うの無理でしょ。不可能ですね。カキ桃の話ですか。カキだったら無理だけど、桃とかでも3000円分食うの無理でしょ。え、桃って1個どれくらい仕入れられるんですか。そのうまい1個300円とか。それって東京行ったらやっぱいくらぐらいの桃ですか。東京1500円とか2000円。てかその千疋屋の桃とか、はい、岡山なんですかあれ。千疋屋っていくらで売ってます。だって20円です。ですよね、はい、だったらそれ送ってキャスバーで食べ放題やって、いや、それから俺千疋屋食べ放題とかで、ね、一人取ったらそれで一人6個食わないと元取れないです。絶対食わないですからね。絶対食えない。でもうまいってなったら嬉しいですもんね。え、それ磯六和道コラボプレゼンツでやるんですか。いや、そこはそっち儲けてください。いや、僕やってもいいですよ。いや、僕でもほんま岡山が盛り上がればいいんで。岡山ね、そういう、そういうの大事だと思うんだよ。岡山盛り上がればっていうのも、儲かれば何でもいいんですけど、絶対儲かりそうなんで、ね、全然譲ってもいい。譲るというか、ね、なんかみんなでリアルの知り合いの人で。いや、僕はまあ動画と皆さん盛り上がれば、俺ほんまにこれ、クレオド向きで。だって、ね、かかる金って、こっちで送るのって知れてますよね。だから、もしよかったら。いや僕も配信者でそんなにあれじゃないんで。いやいや、それはリアルにやった方が面白いじゃないですか。地元の人がいないと人来る気いないから、やっぱりそう。いや、これだって、1日でやばい売り上げになりますよ、ね、だって桃食べ放題とかって言ったら、ちょっと面白いですよね。桃とかぶどう食べ放題っていう。でこれからちょうど7月、8月が時期なんで。ゴールデンエイジ、新しい世界。ちょっとだってこっちの投資で10万ぐらいの投資で多分1日分なら全然賄えますよね。10万いかないですよね多分。絶対いかないですよね。その農家と話してちょっとくれと、ピオーネ、マスカット、桃を仕入れてくればいいわけだから。契約しなくてもまとめて買ったら安くなるし、面白いな。いろいろありますよね。桃の箱が3000円とかでありますもんね。え、それうまいやつですか。うまい、崩れとかじゃなくて。言ったらわかんないですね。あ、まあそうですよね。いや面白いな。え、それも儲かるじゃ儲かりますよ。東京でツテがあるんだったらそれやったら絶対儲かる。ごめんなさい、リスナーさん。超なんかビジネスの話というか、岡山トークを楽しんでます。皆さん楽しかったでしょうか。残り3分です。岡山のリスナーさんもありがとうございました。山本磯六さんです。でも山本磯六です。来ていただいて、普段ね顔映ってないから俺びっくりしましたよ。そのリアツというかお店に儲かりますね。そっか、いやでもやりたいですね、キャスバーで。皆さんぜひぜひフォローしてください。ありがとうございました。じゃあ皆さんお疲れ様です。そうなんですよ、4時間フルでやったんで。ありがとうね。あ、まず3分あるからいいか。なんか余韻のトーク。ありがとうね、和道リスナーさん、岡山リスナーさん。岡山盛り上げよう。面白い。なんかいいものがいっぱいある。よろしくお願いします。え？岡山。
岡山いいっすね。ありがとうございます。もうなんかすごい好きで、ジーンズ発祥の地なんだ。あ、星川出身なんで。あ、マジっすか。友達もむっちゃいるんで。あ、いやもうぜひここに来て。いや、いや恥ずかしいわ。どうですか、残り2分なんで。2分しかない、残り2分。え、あの、さわちゃん負けない負けない負けない、よろしくお願いします。さわちゃん、イエーイ、お願いします。え、ジーンズどうなんですか、やっぱりその岡山のジーンズって。ジーンズは、はい、やっぱりこう、はい、皆さん皆さんすごいね、はい、本当に、はい、なんていうんですかね、はい、冗談じゃなしにこう、はい、心を込めて、はい、本気でやってますよ、やっぱこう世界にっていう気持ちで。なるほどなるほど。もうどう違うんですか、その、あ、花火ありがとうございます。そのなんか海外とか今、はい、僕リーバイス好きなんですけど、はい、アメリカで今生産してないですよ、リーバイスの生地とか。そうなんですか。あのインド製なんですよ、僕が履いてるのが。だから日本のジーパンが今すごい再評価されてて、裁縫もいいし生地もいいし、あの、なんですか、染め藍色のだから今チャンスですよ。そうなんですね。え、あの、さわちゃんなんですけど。さわちゃん、さわちゃんです。さわちゃんすごいですよ。あの、岡山の申し子です。申し子、岡山が生んだ、岡山が生んだイタリアの巨匠。イタリアちょっとおしゃれですよね、イタリアンの感じですもんね。そう、いや、そうですか。いや、りょうちゃんのおかげなんですよ。ちゃんっていうすごい、岡山は美人、美男美女多いから、うん、すごい、まあ、でもね、でも、かっこいいですね。あ、いえいえ、そんな、僕は全然。じゃあ皆さんありがとうございました。また見に来てください。岡山満喫します。お疲れ様です。ありがとうございます。